はい、おはよう。おはよう。聞こえているかな皆さん。おはよう。あゆみです。いやー、始まりました。あゆみ24時、イエーイ。待って、ツイートが表示されてないぞ。ちょっと待ってね。僕もうね、もうバタバタのバタで、ちょっと待ってください。これか、よし、来たい。よし、来たい。さあ、ということで始まりました、あゆみ24時。あゆみです。この配信は私の、せんえつながら私の、明日誕生日の記念と、そして、ちょうど1年前に24時間生放送をして YouTube を立ち上げたということで、まあ1周年、チャンネル1周年を祝いつつ、わちゃわちゃする配信です。久しぶりの顔出しだーって書いてある。そうなんです、配信をねするのに化粧をするという工程を私はすっかり忘れておりまして画面をめちゃめちゃ一生懸命こう作ったりなんだしてたんですけど、始まるどれぐらい前かな、40分ぐらい前に化粧ってなって買おうってなって、もう今急いでやりました。特貫工事です。顔の特貫工事でございます。申し訳ない。いや、すっぴんではない、ちゃんと特貫工事しました。はい、ということでございまして、もう今日はよろしくお願いします。また有給が取れなかったよとかいうコメントもありますが、ね、なんかコメント欄たくさん、コメントというか、ツイッターとかでもね、いくつかいただきました。休みじゃないというコメントをいただいて、土日なのにな、大変だな、みんななって、すいませんってなりながら、前のね、去年は24時間ということで、何時ぐらいだっけ、夜の11時ぐらいから次の日の12時過ぎぐらいまでやったんですけど、まあ、今年はちょっと、まあ、お昼から夜までっていうことになってますので、今17日のお昼の12時から、今日の夜の12時、そして明日の、分かりづらいな、昼の12時から、まあ、夜、まあ、24時を過ぎるところまでやっていけたらなと思っておりますので、仕事中ですが見てますっていう。それは大丈夫なのか。化粧配信で1時間使う、それ天才的な案だな、天才だな。そう、みんな力尽きた早朝にやってるのは辛そうだね。早朝はね、去年は確かですね、リスナーに伝達をしましたね。急に電話かける、起きてるっつって言って電話かけるって鬼のような放送しましたけど、寝てるって寝てるよなそりゃなって言いながらね。キラキラのドレスって何、キラキラのドレスって何だろう。だコメント欄でなんか水着だって書いてあるけど、水着なんて一言も言ってないから私。ありがとうございます、赤スパが、ありがとうありがとう。そう、二部制は見る方にも優しい。あ、本当そう。まあね、仕事スタイルだったり生活スタイルによって、まあ、良かったり悪かったりももちろんすると思いますので、まあね、まあ、無理ない範囲でいろいろ見ていただけたらいいなと思うんですが、まず最初に、この24時間配信に関しての、まあ、この枠は開会宣言ということで、まあ、始めますっていうのね、この24時間配信を始めますっていう、まあ、開会の時間になるんですけれども、それより前に一応ちょっとね、お知らせがあります。今回の、先ほどもツイートしたんですけど、24時間配信なんですが、私がですね、間に合っておりません。いろんなことがちょっとまだ間に合っておらずですね、大変恐縮ながら皆さんにご協力いただきたいところがあります。いっぱいあります。何？まず順番に言いますと、私が多分ね、去年はスタジオでやってたんで、まあ、スタジオのねスタッフさんだったりとか、まあ、それこそ柳さんだったりとかがこういろいろ配信手伝ってくれたりとかしてたんですけど、ちょっと今まあそこまでできていないので全然できているという状態ではないので、まあツイート
とか配信中にちょっとツイートすることができないんですよ。配信中にその例えば今からこれだよとか、あと例えばあのコメントで出してくださった方のツイッターだったりとかチャンネルだったりをこうリアルタイムにフェッと出すことがちょっと難しいので、皆さんぜひ協力していただいて情報の補足であったりとか、あの今誰々が喋ってるっていうのとか補足していただいたりとか、ツイッターで今このなんとかの時間ですよ、今歩み語りやってるよとか、今開会宣言始まったよとか、まあ、なんかそういうツイートだったりとかコメント欄での補足をもうぜひお願いします。はい、今喋りながらツイートできてないんで、私は今からなんと配信中にツイートをしますっていうぐらいのねちょっと感じなんでね、そうリスナーが全リスナーがスタッフでございます。いやそれとなんか聞こえがさいいけどさ、ただ迷惑をかけてるわけなんですけど、すいません、始まったよって言わないといけないんだけど、まずこの、ね、配信の URL すら今私は言えていないという状態なんで、みんなつぶやいたやつ私リツイートするから。はい、なんでちょっとあのねつぶやいていただいて、今始まってるよってあのこの枠のご紹介とかをぜひハッシュタグあゆみ 24H をするとここにも出ますので、はい、ぜひちょっと協力してもらえると嬉しいです。ごめんね、みんなありがとう。同節350人の皆さんありがとう。あ、今また書いてくれてる、ありがとう、ありがとう。アダさん、だるまさん、サクさん、ありがとう。始まったよっつってね、これね、ちょっと始まったよ、ここでやってる、やってます。ちょっとアダさんの使おう。ここでやってます、定期的に言って。そんなことある、あゆみ25になっちゃった。ここでやってますって今書いた、ありがとう、ありがとう。わ、めっちゃつぶやいてくれる、ありがとう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 。みんなにいいねしてもらう、めちゃめちゃつぶやいてる、ありがとう。俺たちがスタッフだって書いてある、え、すごいね、ありがとう、ありがとう。どれを触っていいのかわからないぐらい、ありがとう、めちゃめちゃありがとうございます。今なんか30ぐらいツイートしていただいた、ごめんなさい、まだ全部見れてないですけど、ありがとう。みんながスタッフ。ひどいな、ほっとひどいな。はい、という感じなので、ちょっとね、あのもちろんね全部貼り付いて見てくれとは思ってないんですよ。あのもちろんね24時間見てると疲れちゃうんで、まあこう自分のね見たいプログラムだったりとか時間があるところに合わせて見てもらえたらいいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、ということで始まりましたが、あゆみ24時、本日のプログラムを念のためねご紹介していきたいと思います。画像貼ろっかな、画像貼ろっかな、画像貼らなくても大丈夫、貼った方がいいよね。私あったかな、この中に画像、ちょっと待ってね、それすらそんな準備はねできていなかったんだ。ちょっとゆるいつも以上にゆるいな今日。画像がないですね。マジで画像ないな。口頭で説明させていただきます。12時から、この開会宣言がありまして、このあと13時からお祝いメッセージ&紹介コーナーがあります。はい、これ何かと言いますと、いろんなこのね1年間で、YouTube やらせていただいた中でたくさんの方からこうねコメントをいただいたりとかしております。 YouTube で絡んだ人も、絡んだ人ばっかりかほとんどが絡んだ方にはなるんですけれども、この新しいつながりも増えたりだとか、放送で一緒に遊んだりだとか、普段、やっぱねそのコロナがあったんで YouTube 始めたところもあったので、このタイミングでなかったらこうなかなか仲良くできなかった人たちもやっぱり多々いるんですよね。なんでちょっとそういった方々にちょっと無理を言いまして、よかったらコメントをいただけないでしょうかってちょっとお願いしたところ、本当にありがたいことに皆様からご快諾いただきまして、普通ってねなかなかもうお忙しい方も多いんで、例えば30人出すと
例えば10人とか15人とかがあなんかできますよって言うんですけど、なんかほぼほぼいただいてしまいまして、3時間で間に合うのかみたいな状況になっております。これはちょっと私が見誤りまして、いやありがたい悲鳴なんですけれども、ちょっと私は震えております。ありがたいんだけどね、本当ありがたいんですけど、本当にありがたいんだけど大丈夫かなっていうのがちょっと不安でございます。なんでまあちょっとそこら辺も時間配分とかもしつつ本当に時間配分とかもしつつ、まあ、あの時間内に収まるようにやりたいなと思ってます。ただ時間がですね長めに取ってるんですよ。3時間あるのかな、まあ、開会宣言どれぐらいかかるか分かんなかったんで、まあ、そこも合わせて全部で4時間のこの時間がありますので、4時間あったらできるでしょうと思ってるんですけど、4時間あってもできないかもしれないので、ちょっとねどっかなって思ってるんですけどね。まあ今私は喋りながらめちゃめちゃいろいろやってますけど、あれなんで出ないんだ、なんで出ないねん、ちょっと待ってね、どうして出ないんだろう、ちょっと待ってね、今画像を出そうと必死なんですが、あーなるほどな、オッケー、今ちょっとねやりながら喋りながらやってるんですよねこれね、はい、オッケーできたよー、じゃーん、でかでか、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、小さくするね、小さくするよ、小さくするよ、はい、私が消えた、私が消えました、はい、間に合いましたか、はい、そんな感じで、はい、そんな感じでございました、お待たせいたしました、はい、で、まあ、そんなこともやってやはりでかいって書いてるはい、で、まあ、その後16時から歩み語りまあ、今日一番不安な企画割れちゃった、今日一番不安な企画ですね、正直一番不安な企画です。まあ、私歩み語りっていうだけあって、まあ、歩みについて語っていただくんですよ、まあ、普段ねやっぱ自分でこう MC 回したりとか、まあ、ゲストの方にどうですか、あなたはどうですかって聞くことが多いんですけど、立場上ね MC、まあ、司会業が多いので司会業じゃないんだけど、そのなんですけれども、今回私が出ないと、で私がいないところで私の、旧友たちにいろいろこう喋っていただくという恐ろしい企画ちなみに、まあ、その方が面白いと思ったので私今 NG 出してないです何言われるんだろう、怖いよ、私今 NG を出してないです、何言ってもいいよって言ってあるので、コメントにはいるかもしれない、欠席裁判といういいコメントがあります、その通り欠席裁判でございます、はい、なんだろうな、ちょっと何を言われるんだろうなってちょっと思ってるんですけれども、気が休まらないですね、ちょっとねやっぱり4時間喋った後だからまあ休もうと思ってまあちょっとお願いしますって言ったんですけど休めんのかなあっていうね、ちょっとね休んでも精神が削られていく、まあその通りですね、はい、何言われるんだか、でもチェックもしてないですよ今何言われるのか、ただ台本はなんていうんですか、こう簡単なねこういうトークテーマが良いのではないかというものをお渡ししたので、まあ、それに沿って MC あゆみさら、あゆみの代わりにあゆみさらがですね、回していただくということになります。司会に関しては特に、まあ、全く不安はないですけど、話される内容ですよね不安なのね、でゲストがちょっとこの画像には書いてないんですけれども、まず、まあ、順番にご紹介しますと、まあ、一番この中で付き合い長いのかな、声優小倉優衣声優小倉優衣ですね、私の何もかも知っている女、声優小倉優衣はい、通称オグオグでございますけど、オグオグと、
そして、まあ一応そのなんだろうな、歌手勢の中でいっぱい遊んでくれてる人プリちゃん、はい、プリコがですね来てくれてます。で、そう、あ、プリちゃんね、チャンネル作ったんですよ。そう、 YouTube ね作ったのなんかどこまで言っていいのか分かんないけど、その全然告知とかできるよって言ったら YouTube 作りましたうせえやんみたいな、ありがとうってなったんで、そう、なんとですね YouTube を作ってくれました。ちょっと私今 URL 貼ろうかな、ちょっと待ってね、その準備まだできてないんですよね。プリちゃんの YouTube 貼っちゃおう、ちょっと待ってよ。プリコ、あれ、プリコどこにいた、プリコ、プリコ貼りますよ今、ちょっと待ってね、どこに貼ろう、ちょっと待ってね、どこに貼ろうどこに貼ったらいいんや、ここに貼ろう、コメント欄に貼るね。ちょっとみんなでもしよかったら登録してびっくりさせてあげてください待ってね、リンクをコピーでいいのかな、ちょっと貼れるかな、はい、プリコのプリチャンネルなんで笑うねんなんで笑うねんって感じですけど、ちょっとそれで面白いです。そう、登録してあげてください、よかったら。ぜひ、いい子なんですとてもいい子なんです。ほぼ同期って書いたら同期じゃないって言われたいいやん別にっていいやん別に同期って言ったってみたいな、まあね、そんな5年も6年も変わんないっすよ。5、6年はみんな同期ですよはい、なんでもしよかったらプリコのプリチャンネル、待って、もう40人ぐらい増えた、一瞬で増えたな、はい、ありがとう、いい子なんで、ぜひぜひよろしくお願いします。ちょっと変だけどいい子なんでよろしくお願いします。はい、そんな感じでございましてまた同期戦争してるって言われて、はい、そして3人目がですね、まあ、これはもういつも遊んでおります歌手の、鈴湯ちゃんですけれども、鈴湯ちゃんが私はこの中のオアシスだと思って呼んだのもうなんかね、嫌なことばっかりこうな知ってる人たちばっかりだとさ、ちょっとあれじゃない、私のね印象がちょっと歩み語り終わった瞬間に急にチャンネル登録1000人ぐらい減ってるかもしれないっていう、まあ、恐怖に苛まれましてこれはちょっとあかんでよと、だからもうちょっとね、ここはやっぱりこう後輩のちゃんとした真面目な鈴井ちゃん呼んだらきっとなんか、いや、あゆみさんはそんなんじゃないですよって言ってくれるんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、唯一この中の3人からの一番、まあ、返信の中で鈴湯だけが、まあ、なんか何でも言っていいんですよねみたいな語るぞーって来てて、あれおかしいなおかしいなっていう、ちょっと今人生を間違えたかなと思っております。なんだろう、ちょっと間違えております、一番危険牌マティウ3人とね、まあ、含めて、ポスターがこう回していただけるので、まあ、ポスターもなんだか言うんじゃないですかねっていう怖い、そう、怖さしかないっていうね感じのメンバーになってしまいまして、まあ、これはどうなっていくのか、私はコメント欄で参加するかなみたいな感じですけれども、はい、ダメだっていうダメだってなってるんですけど、はい、まあ、ちょっと後半チャンネル登録1000人減ってるかもしれないんですごいよね、誕生日配信して1000人減るっていう鬼かっていう感じなんですけどね、はい、ぜひよろしくお願いしますはい、ということでございましてまあそんな、なんか夕方かな、ちょうどね16時から18時まであります。まあ、楽しみです楽しみです。1000人増やそうって書いてある、まあそうだね、でもね、まあこの24時間配信で去年1000何百人増えたから、まあ、1000人とは言わないけど、
切りのいいところぐらいまでいったらなんかやろうかな私も。まあいいや、それは後で考えよう。はい、ということでその後18時からラジオバックサイド M。 もう私はこのサイド M というのが大丈夫なのか不安でしかないんですけど不安で仕方がないんですけど、まあ、分かりやすいネーミングサイド M でございます。で、ラジオバック普段ね、私と、藤崎うさちゃんうさと2人でやっている、まあラジオボイスアクトレスコンチェルトというコンテンツがあります。インターネットラジオステーション音声で月末金曜日に配信されているテックジャイアン提供の、あの雑誌テックジャイアン提供の番組があるんですけれども、この番組がですね、まあそうだな、言い方を考えずに言うと、すべて男たちだけのウホラジオ番組みたいな感じになってます。女性成分ちょっとだけある。そう、小森さんがね、まあこれやってくれてるパンツァー小森さんが、普段現場でも必ずいてくれる、まあラジオ P みたいな立ち位置なんですけど。そのラジオ P が喋ってくれる、まあ、普段全然喋んないのに喋ってくれる、しかも1時間もありがたいな。そう、うほって感じですよ。男だらけのっていうか、そうでございます。で、あと ゲストじゃないです、もう一人 MC に、ナオトダガーサンクチュアリさん毎回言い慣れないダガーっていう、これ発音するんだよね、ナオトダガーサンクチュアリさんと、小森さんとで、ね、こう2人でお話をしてくれるという感じでございますね。でゲストにもんじゃさんが来てくれるんです男しかいないでもね、その、まあ、女性だけのラジオね、皆さんリスナーさん、これ今番組見てらっしゃる方の中でも、まあ、いっぱいこうねラジオ聞く中で女性声優のラジオ聞くことって多いと思うんですけど、全部男性のラジオ聞くことってまあないんじゃないですか。まあ存在はするんですよ、温泉さんでもそうだし、まあ普通のね文化放送とかでも男性同士が喋ってるラジオあるんですけれども、まあなんか客層がねやっぱりこう男性が多いので、あんまり聞かない方が多いんじゃないかなと思ってるので、まあ、ちょっとこれを機会にうほってなってもらったらいいのかな。ブラトップ問題を楽しみにしていてくださいはい、ぜひぜひ楽しみにしてもらえたらいいかなと思います。で、ラジオバックサイド M に関しましては、アーカイブが残らない予定です生放送のみ、アーカイブが残らない予定ですので、必ずリアタイしてくださいえっつって、そうです、アーカイブが残らないよ。もしかしたら小森さんと直人さんのおかげで私のチャンネル登録が女性がめっちゃ増えるかもしれない、はい、といいなめっちゃ人の整理するけど、そうなんで、この回はアーカイブが残らないんで、ちょっとお気をつけください、申し訳ない。はい、何日残るかな、ちょっと小森さんと相談するけど、まあ、明日の終わりぐらいまでは残してもらえるんだろうかと思うんですけどね、ちょっと相談してみますが、確実に どこかでは消えてしまいますので、ほんと数日以内だと思いますが、はい、ディアなガールが増えるかもしれないですね。ぜひぜひ女性のリスナーがこう増えますように、増えますように。小森さんありがとう、女性いっぱい連れてきてくれてありがとう、ありがとう、女性ユーザーを増やしてくれるテックジャイアン小森さん来た、あんま考えてないって来て、あ、小森さん明日の夜までは大丈夫明日の夜までは大丈夫ですか明日の夜ぐらいまで残させてもらえますかね、小森先生、ぜひお願いしたいのですが小森さんこんにちはそう、そんなね小森さんはですね、今回のサムネをめちゃめちゃ手伝ってくれて、もう私が死ぬってなってたら何でも言ってやるよって言ってくれたんで、めちゃめちゃお願いしました、本当申し訳ないその後どうするか後で決めましょうって来てる、はーい、 CD に入れればいいんだよね、確かにね、はい、ということで、じゃあ明日の夜まで
にさせてください。18日の、最後の配信が終わるまでは、残りますが、ちょっとその後は残念ながらちょっと非公開になってしまいますので、申し訳ないですがよろしくお願いいたします。小森さん、器がでかいっつって書いてある。さあ、ということでございまして、そして、サイド M のあと1日目のまったりふつおたコーナー、ここまで多分で怒涛のこうプログラムになっておりますので、私もまったりしたいということで、あのここまでのね、例えばメッセージ紹介のコーナーだったり、歩み語り、あとサイド M、 サイド M で訳すのよくない、ラジオバック、ラジオバックだったりとかの、まあ、感想をですねあると思うんですよ、まあ、コメントなんてやっぱどうしても流れちゃうんで、このまででこれまででこれが面白かったですとか、なんか こんなこと思いましたとか、あゆみさんのチャンネル登録やめました1000人からのスパムかみたいな、あのメッセージをいただいたのをこう感想とかはね、このちょうど19時のタイミングで、読んでいき、私の精神をゴリゴリ削っていこうと思いますで、なので、こちらのメールアドレスはですね、概要欄にありますメールフォームがあの残ってますんで、そこからこうポチポチ、まあ、好きなタイミングで送ってください、はい、チャンネル登録解除しましたそんな人だったんですねみたいなあ、まあね、それ来たら私も笑顔でさよならしますけど削らんといて、優しいメール頼むよ、優しいメールね、優しいメール優しいメール頼むよ、明日配信なくなっちゃうかもしれないからね、はいあ、ということでございまして、まあ、あの感想とか、あのリアルタイムでね、あの読めるように今してます、パソコン上でしてますので、メール来ると分かるようになってるんで、まあ、ちょっとさっきからもボン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 鳴ってるんですけど、まあ、ちょっと読めてはいないですけど、まあ、リアルで読んでいきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ちょっと後でも、ね、読みますね。はい、そして、YouTube1 年記念振り返り企画ということで、1年間で配信した YouTube を振り返ろう第1日目ということで、こちらの動画でございます。あのもう本当にいつもお世話になってるシュッチさん本当にシュッチさんありがとう。もうシュッチさんの顔写真ここに飾っときたいぐらい本当にありがとうと思ってるんですけど、いつもそのね、あの第1回のマリカ配信の時から切り抜きをいくつかツイッターだったりとかで上げていただいてるんですけれども、今ちょっと私が公式にいろいろお願いしてます。あの動画これちょっと切り抜いといてくれませんかって言ってお願いしてるシュッチさんなんですけれども、があの作ってくれた切り抜き動画をはじめ、まだ表に出てないやつとか、まだ出してないとかやつとかもねあるんですよ、いくつか。それをこうまとめた切り抜きのね、1時間歩みの 1年間やめてってきてるしゅうちさん、1年間まとめみたいな動画をですね、前後編、まあ、つまり今日と明日に分かれておよそ1時間分、作っていただきました。ありがとう、顔写真ここにこっちでもいい、ここにここに飾っときたいけどね、シュッチさんみたいな、ありがとうっつってスポンサーですみたいな感じでこうやっときたいぐらいにね、はい、やっておりますんで、もうちょっとこうシュッチさんいると思ってみんなありがとうっつって、ありがたいっつって、本当無理って作っていただきました、本当にありがとうございます。私もねこれね全部見たんですけど、今日のやつも明日のやつももうなんかねバカだなみたいな動画がねいっぱいありました。なんかもう面白かった、面白かったって自分で言うなって感じですけど、めちゃめちゃ面白かった。1年間バカなことやってきたんだなと思って、楽しく過ごせたな、おうち時間と思いながら、見ておりました。ちょっと思い出した涙出てきて、本当にまあ いいね、いいタイミングでこう編集の力っていうのがもう大いにあると思うんですけれども、本当に楽しい動画にしていただいたのでぜひぜひよろしくお願いします見に来てもらえたらいいなと思います。でこれ、まあ、動画流してる間に私は何をしてるかっていうと、この後まあ、2夜連続でゲーム配信がありますけれども、今日はアマングアスということで、美少女ゲーム声優歌手宇宙人狼忖度村ですね、第8回になるのかな、美少女声優歌手宇宙人狼のシリーズも8回目になりますが、今回忖度村というのの、まあ、裏で準備をしておりますみんなと配信揃えたりとかやってるんですけれども、まあ、その忖度村の中で、まあ、やることが一つ、まあ、もちろんゲームなんですけれども、ゲームと、まあ、今回は忖度ということなので、歩みを絶対に噛まない、釣らないというルール
のもとアマングアスというゲームをやっていきたいと思います。アマングアスちょっと、まあ、説明は割愛しますけれども、まあ、限られたこう閉鎖空間の中で起こる、まあ、殺人事件がこうあるので、まあ、裏切り者側になったら、まあ、キルして切っていってバレないようにキルしていく、あのクルーメイト側になったら守るその裏切り者を追放するっていうのが、まあ、ルールになってるんですけれども、基本のルールはそれなんですが、今回忖度していただきます。私と普段遊んでいる皆さんにですね、大いに忖度していただきますので、私は絶対に死なないという不死身の歩み不死身歩みで、やっていきます。つまり、まあ、目の前で誰を切るしようが、目の前で弁当に入ろうが、あの何をしようが、踊ってようが、何してようが、私は死なないというなんか絶対間違えられて1回ぐらい死ぬ気がするんだよな、はい、なんでね、まあ、そういう感じでやっていきたいなと思いますので、まあ、10人で遊ぶんですけれども、10分の1強人が混ざってると思っててください、はい、なんで、あの、まあ、そんな中みんなは誰が裏切り者なんだとこう探っていくというゲームになります。ぜひよろしくお願いします。まあ、そういう時に限ってね、多分ね、裏切り者がいわゆるインポスターって言うんですけどにはならないと思うんですよね。アタマットさんありがとう、スパーチュー、スパーチューありがとう。そうあ、投票間違えましたやりそう、アジコとか、間違えちゃった、間違えちゃった、ごめんね、あゆみさんに入れたったみたいな誰が入れたか分かるように首都公共サプライズ釣りそんなお祝いいらんねん、そんなお祝いいらんねん、まあいやまあそんな感じでございまして、ぜひぜひよろしくお願いします。で、まあその後、まあ同じ枠ですね、忖度村と同じ枠で最後、あのみんなとバイバイしてから、今日はありがとうございましたってお礼のお時間を設けたいと思います。メール読めたらメールも読みたいなとも思いますが、ちょっと今終わる時間がどうしてもあの手前がゲームになるので、どれぐらいの時間になるのかわからない、何とも言えないんですけれども、一応24時を回る、つまり私の誕生日を迎えるところまではやろうかなと思ってます。そう指摘されて、それも小森さんがね指摘してくれたんですけど、やんないの、誕生日の日迎えないのって言われて、はぁみたいな、昭和つってピポンってなったんで、あのやろうと思いますそうだねっつって、迎えないとダメだねと、確かに、まあ、どっちにしろ押すとは思ってましたけど、その誕生日の瞬間忘れてたわと思いまして、カウントダウン一緒にできたらなと思いますんで、ちょっとだけ残ってもらえたら嬉しいな。はい、あ、もへやさんもありがとうございます、これね昭和だなはい、ということでございまして、ぜひぜひよろしくお願いします、まあ、バンされないといいですね。さあ、ということでございまして、まあ、開会宣言、まあ、こんなプログラムでやっていきましょうというのが、なんとなく伝わりましたでしょうか。今日の流れこんな感じです。恐ろしいですね、今日もね、本当にね。さてさて、では、早速ですが、まあ、開会ということで、ケーキなど食べさせていただこうかなと思っております。買ってきましたが、これもですね、まあ、ちょっとね、本当にね、ケーキをね、買いに行くというタスクを、まあ、ちょっと私、まあ、忘れてはいなかった、忘れてはいなかったんですけど、ちょっとあまりこう、優先度が高くなくてですね、まあ、コンビニでいいかな。まあ、家の近くにあるコンビニに、まあ、買いに行ったわけでございますけれども、なんとケーキがなくてケーキがなくて、あるじゃんコンビニってって思いながら、ケーキがなくて、こだからちょっと出していいのかわからないでででででで、ちょっと出していいのかな、ちょっと配信でモザイクちょっと褒めてるから、とても可愛い、
アヒルさんがいらっしゃったのでね、コアさんがコンビニのケーキでよかったのかつって、この前ケーキありがとう、ちょっとギリ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 千葉から来ましたみたいな感じになってますけれども、ちょっとをね食べていこうかなと。だって母の子じゃないんだけどね。ウェウェ、あれウェウェって何？じゃあそれウッドペッカーだ。違うやんけ。そうなんで食べていこうかなと思って一応ケーキを買ってきました。なんでこれしかなかったの？なんかチョコレートとかチーズケーキとかあるかなと思ったら、なかったんだもん、なかったんだもん。はあ、ということでございました。アメドリくんじゃないよ、アメドリくんじゃないよ。はい、ということでございまして、こちらのね可愛らしいアヒルさんのケーキを食べていきたいと思います。はい、ということでございまして、ちょっとね危ないね、はい、そして部屋が寒いので温かいミルクティー、ミルクティーじゃない、カフェオレを作ってありますので、まずは皆さんちょっと乾杯という感じでいきませんか。乾杯という感じでいきましょう。皆さん飲み物のご準備よろしいでございますか。終わりの始まり。飲み物のご準備よろしいですか。すいません、ちょっと温かいものであれなんですけれども。アミさんにバースデーケーキ支援、ちょっと買ってくる、明日はちゃんとしたの買ってくる。ごめん、コンビニでいいかと思った、私が悪かった。まあでも本番は明日だしね、本番は明日なんで、まあちょっと許してもろて、ほうじ茶をお酒出します。あ、出しといて出しといて、オッケーオッケー、みんな待ってるよ、待ってる待ってる。今この時計が、41分になるまで待ちます。はい、全然ペットボトルのお茶でも全然大丈夫、何でも好きなものを持ってきてください。牛乳飲んでます、いいですね。コカ・コーラゼロもいいですね。プロテイン、野菜生活、はい、ですね。明日は何？メックへのケーキ。明日はケーキ屋さん行こうと思う。なるほど、持ったか。丸太っつって。丸太じゃない。さあ、あ、いいですか？いいですか？今日は前夜祭だからね。ドナルドってなんて喋るんだろう。ドナルドってなんかシャウト、ちょっと全然わかんない。ウッドペッカーになっちゃった。あ、ケーキ代ありがとうございます。ケーキ代、ケーキ代、こちらね、可愛らしいアヒルさんの怒られる、はい、ケーキ屋行く定休日、日曜日定休日ってある？あるか、あるかな。さあ、では行きたいと思います。それでは M24H 無事成功しますようにお祈りしまして、乾杯、ウェーイ、でで、飲むね。ケーキが出るたび笑うっつって、もう一個ねお笑いポイントがあるんですよ。もう一個歩み目ポイントがあるんですけど、まあね、こんなもんです。 ありがとうございます、パッチャ、怠け者のアヒルさん、アヒルさん、怠け者のアヒルさんでございます、こちら。ひどい。まだね、ちょっとね、はい、秋広さん、鈴風玲香さん、ありがとうございます。秋広さんって呼んじゃった、ありがとう。お笑いポイントがね、もう一個あるんですけど、まあね、そんなもんなんですよ。料理をしない家ってそんなもんなんだなって思ったんですけれども、フォークがない。家に、まあ、フォークがこれしかなくて、でかいね。ああ、マイエンジェルミッチンさん、ありがとう。ガコンガコンさん、ありがとう。ちょっと、めちゃめちゃでかいフォークです。すいません。うせやろってなって、いや、ちっちゃいフォークなんて使わなくないと思って、あ、ないわと思って、普通のこうパスタとか食べるフォークなんで、ちょっと
すいません、すいません、ごめんなさい、申し訳ない。トロルさんありがとう、まあ、パスタだとまた食べたいと思います。私はね、ちょっと某誰かとは違いますんで、子なんかが出するとかしないので、丁寧に食べていきたいと思います。木曜にプラスチックのフォーク山ほど持たせたじゃない、あれだって事務所置いてきちゃったんだもん。ネオ事務所、あいつにフォークを入れると楽しみです。だね、まあね、じゃあね、まあお顔がねダメになるとちょっとかわいそうなんでね、お尻から掘っていきたいと思います。お尻のね、ちょうどお尻の部分をね、こう掘っていきたいと思います。いただきまーすいただきます。うまい、すごい、ほらお尻を掘りましたよ、アヒルのお尻を、怠け者のアヒルのお尻を掘ってやったぜ。ひどい配信だ、本当にひどい配信だな、怠け者のアヒルの後ろは茶色いぜ。これはあかん。あでもね、めっちゃ美味しい、さすが、さすがセブンイレブン。やめてっつって。ありがたい、あ美味しいな。ちなみにこれ私朝ごはんです。ちなみに朝ごはんでございます、ありがとう。なんかね、チョコレバニラとチョコレートって書いてあったかね、まあ普通にチョコなんですけど、ね、美味しい、ありがとう、おはよう朝ごはん。お尻掘られたアヒルって書いてある、ありがとう怠け者のアヒルさん。お尻美味しかったよ。ひどいな、ひどい配信だなこれ、24時間持つのかな。いただきます。まあということで、いただきました、美味しいな、甘いものが体にしみるぜということで。ひどい、やめてって書いてコメント欄が右往左往しております。そんな中、私は一瞬プリコチャンネルを見ても60人になってる、ありがとう。さあ番組宛てのメールを読んでいこうかなと思います。どれにしようかな、どれにしようかな。じゃあもうなんか最新のやつ1個読んでいこうかな。さっきだねこれ、あ11時ぐらいかいただきました。ごましょうさん、ありがとうございます。あゆみさん、チャンネル開設1周年お誕生日おめでとうございます、ありがとう、いつも楽しい企画ありがとうございます。そのおかげでいろいろな声優さんたちや、さまざまな方を知ることができ、またおうち時間も楽しく過ごせ過ごさせていただいております。本当に感謝です、ありがとう。あゆみ 24H の成功を陰ながら応援しております。そして可能な限りリアルタイムで視聴しようと思ってます。いる？いるかい？もういなかったらどうしよう。エナドリとコーヒーもストックしてるので、まあ余裕でしょう、楽しみにしてますね。だってごまじょうさんいる？いるかい？あ、いたいた、の、いたいた、エナドリ飲んでる？まだ開けてないか、まだ開けてないか、ゆっくりしてってね。はい、他なんだ。上から順に見てたらこういうことになるんだな。ネオチムシャ、あゆみさんおめでとうございます。あと24時間ありがとうございます。いえいえ、土日連続であゆみさんを堪能できるということで、こたつの向かいにディスプレイを配置し、その向かいにディスプレイを配置し、左右に美少女抱き枕を一人ずつ配置し、あゆみさん、あゆみさん、ああまあ正面にのね、私ね、あゆみさん、美少女僕による一家4人のだんだんブーのムーボムードを準備してワクワクなんですが、あゆみさんは今ワクワクしてますか？まあワクワクはしてます、ワクワクはしてますが、まあね、まあ、4人の団らんね、よかったね。よかった、ね、よかったよ、よかった、いい幸せな家庭を築いてね、武者さん。
で、なんだ？どれにしようかな。まだ全然読めるよね。読んでいこう。つるまうさんからいただきました。やみさん、こんにちは。こんにちは。正確には明日ですが、お誕生日おめでとうございます。ありがとう。この朝の9時44分にメールいただいてありがとう、朝からね。自らの誕生日であるにもかかわらず、精力的に働きかけて、また新しい企画、エンタメを供給される姿勢に、リスナーとして感謝、一社会人として尊敬いたします。そんなやみさんには、何もかも忘れて、自由に過ごしたいと思うことってあるのでしょうか。パソコンとスマホの電源を切って、会社と柳さんとコンさんに探さないでくださいのメールを送って、キャリーバッグ一つで一人旅したい的な願望とかないのでしょうか。あ、でもね、携帯電話を見ないって決める日はある。もう見ない、もう見ない、もう見ないって決める日はあるけど、探さないでくださいって言っても誰かに迷惑かかるからな。ね、迷惑かかるかなと思っちゃうから、なかなかやらないですけど、なかなかやらないですけど、願望もないかな、あるかないかと言われれば、探さないでくださいって言って逃げる願望はないけど、なんだろう、例えば2日ぐらい、なんだろうな、旅行みたいなとこって変だよ。旅行とか行って、だから誰とも連絡取らずにまったりしたいはある。けど、探さないでくださいほどはないかな。続きまして。はずきさんかな。あゆみさん、YouTube チャンネル開設1周年、お誕生日おめでとうございます。とってもありがとう。昨年のゴールデンウィークに行われた美少女声優マリカ大会の配信視聴から1年。あ、そうだね、5月5日だともなるね、確かね。月日が経つのは早いものだと実感しております。本当にこの1年、いろいろな配信企画があり、動画を見ながら、作業することも多くなりました。新しい1年、まゆみさんが元気に楽しく配信や活動ができるように応援しております。優しいね、ありがとうね、ありがとうね。どんどん行くぞ。季節の変わり目、地になるおじさんからいただきました。今はどうかな？今落ち着いてるのかな？お尻ね。あゆみさん、YouTube チャンネル開設1周年&お誕生日おめでとうございます。あと、コロナによりいろいろな制限が増えた中、特に休日の過ごし方が変わった人が多かったと思います。私も運動や出かけることができなくなって、どうやって過ごしたものかと思っていた時に、たまたまネットを見ていて知ったのが、美少女ゲーム声優マリカ大会第1回目でした。へえ、たまたま。それまでほとんど YouTube は見ていなかったのですが、あゆみさんを含めて皆さんが楽しそうにゲームをされているのを見てハマってしまい、以降、あゆみさんや参加された方の YouTube 動画を見るのが休日の新しい過ごし方というか楽しみになりました。ブラボー。YouTube でいろいろな企画を放送してくれるあゆみさんに感謝です。24時間放送については、昨年はライブで見ることができなかったのですが、今年はライブで見ることができそうなので楽しみにしています。これからも応援しています。だって、ありがとう。いるのかな？ 地になるおじさん。 地になるおじさんいる？ なんだろう、地ですって。 こんにちは、僕です、僕が地ですっていうのはちょっと言いづらいよね。 名前違いそうだもんね、コメント欄とね。ね、さあ、続きまして、もうでもそろそろ1時間になるのね。どれかな。じっくりことことに今度はスープさん、お誕生日YouTube 解説1周年おめでとうございます。ありがとう。去年のあゆみ24インチであゆみさんのことを知り、何気なくホラーゲ配信から 見ていたら、早朝のホラー配信で、早朝ホラーしてない、早朝ご飯を作ってただけでホラーはしてないんだ。おかしい、おかしいな、チャンネル間違ってる。 それから様々な配信やコラボをしていただいたおかげで、声優さんたちに疎かった私がいろいろな方の配信を見るようになり、今ではアーカイブを含め配信を見ない日はありません。おりゃ、それもこれもあゆみさんが様々な面白い企画をやっていただけたおかげだと私は思っております。そんなことないよ。2日目の、ホラー配信の他に、2日目に ホラー配信 ねえんだって。クッキングはあるけどね。おかしいな。
他にも魅力的な企画が盛りだくさんなのでとても楽しみにしております。ご無理をなさらない程度で亜美さんも配信を楽しんでいただいて、今回の企画が無事に成功することを祈っておりますといただきました。おかしいな、ホラー配信なんかないんだけどね。明日ホラーでしたよって言われて、ホラー配信から何気なく見て早朝のホラーってもなんかもう語彙がおかしいもんね。違うねん、ホラーホラーしてたよって書いてる。ホラーホラーじゃないねん、クッキン、クッキン、ショッキングじゃない、クッキン。何がうまい、誰がうまいこと言えっちゅうた、なんでやねん。はい、続きまして、ちょっと待って、どれにしようかな。もうなんか今も送り続けてるでしょみんな今。ちょっと待ってね。これは今回当てたね。エレクトリックさんからいただきました。みさん誕生日 YouTube 解説1周年記念おめでとうございます。ありがとう。今年も24時間放送を行われるということで楽しみにしております。ありがとう。去年の24時間放送からみさんのことを知り、あら、多いんですね。放送にラジオに電話と視聴者始めました。あら、歌の方ではゲーム等でよく聞いておりました。ありがとう。あ、歌の人だったの。歌の人が配信見るとちょっと大丈夫かな、イメージ大丈夫ですか。この1年さまざまな企画で本当に楽しませていただきました。まあ、えみさんの放送が生活の一部にそうなったと言っても過言ではありません。今回の24時間放送も全力で楽しませていただきます。お体に気をつけてこの1年が良き1年となりますように願っております。ありがとう。生活の一部は言い過ぎよ。言い過ぎよ。ちょっと待ってね。山ほど来てる、今も来たよ。あ、おお、シュッチさんからいただいてます。ありがとう。え、本人か。ありがとう。YouTube チャンネル開設1周年おめでとうございます。ありがとう。1年前突然あゆみ24時間の告知が発表された時は、またすごい企画思いついたなとびっくりした記憶があります。感情こんなんでいいのかな。またすごい企画思いついたな。コロナ禍である中、この1年はさまざまな声優さんや歌手の方々とたくさん配信で楽しみをいただき本当に感謝でいっぱいです。こちらこそ。個人的にあゆみさんからお声をいただき、動画というコンテンツでお手伝いすることになるとは全く想像しておりませんでした。笑い。とても貴重な経験を積ませていただいております。そんなことない。記念すべき1周年ということで2年目もたくさんの楽しい配信を楽しみにしております。ありがとう、シュッチさん。あ、コンさんが書いてるのか。何がきっかけでも電脳妄想開発室をご視聴いただいている皆様ありがとうございます。ぜひゲームを買った時には電脳を見て買いましたとメーカーに伝えてください。その通り、本当その通り、そう、その通り。合ってる合ってるって言われて合ってた。それぐらいの感じで、またすごい企画思いついたな。なんだそれ。 あとなんか電話起動希望ももう混ざってんだよね。ちょっと待って、電凸がね、電凸が来すぎてて、ちょっと待ってね。電凸めちゃめちゃみんな電凸希望ですね。ちょっと待ってね、普通オタと混ざってる感じ。ちょっと待って、これは普通オタかな、普通オタだ。運命の車輪さんからいただきました。あみさん YouTube 解説1周年、そしてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。おいくつになられましたかな。おっと、女性に年齢を聞くなど無粋でしたな。失敬失敬。なんやねん。さて、あみさんの誕生日の4月18日ですが、特許法の元となる法令が発布されたことにちなんで発明の日となっているみたいです。そうなんだ。発明の日なのは知ってたけど、特許なんだね。へえ。何でしょう、あゆみさんに特許とか権利とか組み合わせると心の中がざわっとします。そんなことは置いといて、あゆみさん本当におめでとうございました。そして体に差し障りがない程度で頑張ってください。なんでざわっとしたなんでざわっとするんだろう。私もざわっとする。私もざわっとするな。これも生電話希望だ。みんな生電話希望ですね。ちょっと待ってくださいね。生電話、あ、でもそんなこんな時間か。はい、ということで、まあでもちょうどいいぐらいの時間かな。
ちょうどチンも料理開発してるじゃない。してないしてない、普通にレシピ見て料理してる。だから特許に縁があるんだね。いや嬉しくない、それだったら嬉しくないんだけど。まあということでございまして、まもなく1時でございます。開会宣言無事、まあこれぐらいで終了なのかなと思っております。このあとですね、お祝いメッセージを読んでいきますが、今とかね、こうね、配信してる最中にもですね、今ドドドドと来ておりまして、ちょっとその方々は口頭で読むことになるかもしれません。ちょっと難しいかもしれない。ちょっと待ってね。なんか携帯を置いて、はい、みたいな感じでございます。はい、なんでちょっと順にご紹介していきたいなと思いますが、一旦ここで、そうですね、5分ぐらいの休憩をさせてください。私もちょっとこの机の周りケーキを置いてきたりとかしないといけない、はい、のでぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあこのね、セブンで売っている怠け者のアヒルさんカッコ仮のケーキ置いていきます。ありがとう。この間に食べちゃおうかな。こちらがお尻です。ありがとう。バイバイ。違うんだよな。はい、ということでございまして、じゃあまた5分後かな、13時、まあ、3分ぐらいでいいかな、3分ぐらいにお会いしましょう。それでは後ほど同じ枠です。Thank you.
お待たせしました。だいぶ待たせたかい。待たせたかい。ツイートができなかった。みんなのところにいいねをして回っておりましたが、いいねをして回っておりましたが、今からはお祝いメッセージコーナー。イエッ。さあ、ということでございまして、たくさんの方からお祝いメッセージをいただきまして、ありがとうございます。本当にありがとう。あのリスナーさんからのね、あのメッセージも読ませていただきましたが、ここからは関係者の皆様からのやつも読んでいきたいと思います。さてさて、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ツイートをみんなに任せる。始まったよのツイートをみんなに任せる、すみません。さあ、ということで、どうしようかな、何からやっていこうかな、何からやっていこうかなというところなんですけれども、ちょっと忘れる前にですね、たった今っていうか、さっきなんですけれども、ちょっと画面に入らなかったので、先に口頭で読んでいきたいので、お一人目にこの方からご紹介させていただいてもよろしいでしょうか。まだちょっとご案内できてないんですけど、準備 OK。 はい、ということでございまして、 BGM だけ出るかな、出るか、あ、いいですね、出ましたね。はい、じゃあ僭越ながら私が読ませていただきたいと思います。聞こえる BGM 大丈夫、そう、これ開けよう、ちょっと待って、開けとけばよかった、開けとけばよかった、この辺がね、歩みクオリティなんだよな。はい、ということで、声優の八つ橋シナモンさんからメッセージをいただきました。おまー、あゆみさん、ハッピーバースデーなもん。ありがとう。あゆみさんとラジオができて約1年は私にとって宝物です。ありがとう。美少女の素晴らしさを伝える愛の戦士として、これからもご活躍を期待しています。あゆみさんが言うモンモンが大好きなんだもん。もん、来年はもっと美味しいローストビーフを作るぞ。やったー。八つ橋シナモン太郎より。ありがとう、モンモン。モンモン、ありがとう。モンモンからもいただきました、ありがとう。ちょっとね、あの画面を作るギリ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 だから、ちょっと紹介が文字になっちゃったけど、ありがとう。マジでほんとね、モンモンの作るローストビーフめちゃめちゃうまい。めちゃめちゃ美味しかったです。その美味しかった放送は、ビショルゲーム違う、あ、でもビショルゲームミュージックオンエアラジオ CD 第10巻に私が感動の涙を流す。ローストビーフの話が載ってますんで、ラジオ CD 第10巻楽しみにしていてください。あ、もう収録は終えてますんで、あの特典の部分ね、うまいんだ本当に。浦さん、ありがとう、めちゃめちゃ美味しかった、本当に美味しかった。私ね、その日ね、多分ね、20回ぐらい言ってる、嫁に来るって嫁に来る、嫁に来ない、どうかなっつってめちゃめちゃ言ってる。いやー、本当に美味しかった、ありがとう。でね、なんかね、あのね、ローストビーフと一緒にいろいろね、あのクッキーだとかカードだとか、かわいいんだよこれ、欲しい。なんで私は今日の放送ボンボンと一緒に貼っとくか、割り割り貼っとくか、あと落ちるとでもね、もう割れちゃうかもしれないから、ちょっとあれですけどね、これちょっとこれぐらいに ね、よろしくお願いします。また嫁を増やしたっつって、いや本当に料理ができる、素晴らしい、本当に料理できるってすごいなと思いました、本当に。はい、かわいい。でもね、なんかね、モンモンらしいなと思ったんですよ、私。これね、普通にね、バツイカードだと思ってて、これ言っていいのかな、バツイカードだと思ってたんです。さっき気づいたんだよね。封筒だったんですね。封筒だったんですね。
びっくりですね、これね。あ、モモいる。バレた。あ、モモバラしちゃった。これ封筒。モモこれ、モモ封筒だったんだ。これモモ。こういうとこ好きよ、モモ。本当にね、ありがとう。別に手紙は入ってない。ただ封筒って。そう、そういうとこ好きよ、ママ。ありがとね、本当に。ありがてー、ありがてーよ、ありがてーよー。はい。ご本人いらっしゃるっていう、ね。本当にメッセージありがとうございました。だからママ遊ぼう。ね。なんか落ち着いたらご飯行こうねって、2人でミュージックオンエアの打ち上げをしようって言ってるんですけど、まあちょっとね、ご時世上なかなかまだ、なんかすぐにっていうのができなくて、もしかしたらもうちょっと暖かい時になっちゃってからになるかもしれないですけど、まあちょっとね、なんかね、落ち着いたらなっちゃうのかなと思います。そこにアクスキーが入ってたのじゃなくて、うん、入ってなかった。バラス、うん、入ってなかった。あ、カードシュッて出てきた。あ、カードまでありがとうと思って、さっき気づいた封筒だったんですねって感じなんですが、はい、ということでございまして、本当にママありがとう。ミュージックオンエアちょっと終わってしまったけれども、まだね、その出せてない、ラジオ CD で9巻と10巻がね、出ますので、初夏って言ってるんで、まあ7月とか8月とか、なんかそのあたりね、やれたらいいなと思います。思っております。頑張ります。はい、ということでございまして、ももありがとう。もものツイッターもさっき浦さんが貼ってくれました。ありがとう。ぜひよかったらこうチェックしに行ってね。はい、ということでございまして、じゃあ続きましてどうしようかな。今メッセージになったので、動画とか、動画にしようかな。ちょっと待ってね。音声、動画、音声も動画もね、山ほどいただいてすいません、ありがたいんですけれど、ちょっと動画にしよっかな。ちょっと順番に紹介していけたらなと思いますので、こんな早く紹介されると思って、そう、あのね、後々最後の方に撮っといて忘れてしまうとあれだ、ちょっと流し込みができなかった、ごめんね、もんもん。はい、じゃあ続きまして、ちょっといただいた動画の中から、神絵師の鳴海優先生からの動画をちょっと紹介したいと思います。あゆみさんのチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、お邪魔いたします。イラストレーターの鳴海優と申します。この度あゆみさんのお誕生日と YouTube チャンネル開設1周年のお祝い生放送とのことで、私にもお祝いをさせていただくお時間を女神あゆみ様から頂戴することができましたので、僭越ながらお祝いメッセージを送らせていただきます。ありがとう。あゆみさん、お誕生日、そしてチャンネル開設1周年、本当におめでとうございます。はい、私とはアモンガースでご一緒してくださったりして、いつもね、人を集めてくださったりとか、多種多様な方々をうまく取りまとめてくださったりとか、多種多様、そういうのはあゆみさんのお人柄と力量があってこそ実現している場だと思いますので、そういうところにね、参加させていただけて本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。はい、はい、また一緒にアモンガースでね、遊ばせていただきたいなというのはもちろんあるんですけれども、他のゲームとかでもね、ご一緒できたらなと、あゆみさんともっともっと仲良くなれたら嬉しいなと思っております。はい、本当はね、イラストレーターらしく、イラストを描いてお祝いさせていただきたかったんですけれども、このタイミングでお絵描き用のパソコンが故障してしまうという事案が発生いたしまして。残念。はい。本当に不甲斐ないです。はい。もしね、今一度チャンスをいただけるようでしたら、来年また機会があれば、リベンジさせていただけると嬉しいです。
なので、来年のお誕生日まで元気に平和に楽しく幸せな日々をあゆみさんが過ごせることを心から祈っております。で、ね、来年も改めてその先の1年をで、ね、その次の1年もその先の1年を毎年お祝いとお祈りをさせていただけたら嬉しいなと思っております。では改めてあゆみさん、お誕生日とチャンネル開設1周年、本当に本当におめでとうございます。素敵な2日間の生放送になりますように。はい、それではなるみゆうでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがてー、ありがてーだなー、ありがてー。エコーかかってた？あれ、エコーかかってた？あ、ほんと？タグ？え、タグなんか違った？もうなんかね、ごめんね。え、何がタグが違った？ちょっと待ってね。どれが違った？あ、エミ生だった。あ、ほんとだ。あ、これミスです。大丈夫です。エミ24インチで大丈夫です。声が二重に聞こえてた？あ、後半かかった？なんでだろう？ちょっと待ってね。じゃあちょっと、一回ちょっと設定します。ちょっと待よいしょ。暗い。はい、すいません、ちょっとなんか今設定直してみたんですけど、もう一回流させてもらってもいいですか、せっかくなので。ちょっと待ってね。よっ。あゆみさんのチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、お邪魔いたします。イラストレーターのなるみゆうと申します。どうだろう、この度あゆみさんのお誕生日と YouTube チャンネル開設1周年のお祝い生放送とのことで、私にも
お祝いをさせていただくお時間を女神あゆみ様から頂戴することができましたので、僭越ながらお祝いメッセージを送らせていただきます。あゆみさん、お誕生日、そしてチャンネル開設1周年、本当におめでとうございます。2周目、イエーイ。はい、私とはあのアモンガースでご一緒してくださったりして、いつもね人を集めてくださったりとか、多種多様な方々をうまく取りまとめてくださったりとか、そういうのはあゆみさんのお人柄と力量があってこそ実現している場だと思いますので、そういうところにね参加させていただけて本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。私もでございます、はい。また一緒にアモンガースでね遊ばせていただきたいなというのはもちろんあるんですけれども、他のゲームとかでもねご一緒できたらなと、あゆみさんともっともっと仲良くなれたら嬉しいなと思っております。はい、ガチで、あの本当はねイラストレーターらしくイラストを描いてお祝いさせていただきたかったんですけれども、あのこのタイミングでお絵描き用のパソコンが故障してしまうという事案が発生いたしまして、タイミングすごいな、はい、本当に不甲斐ないです。はい、もしね今一度チャンスをいただけるようでしたら、来年また機会があればリベンジさせていただけると嬉しいです、はい。なので来年のお誕生日まで元気に平和に楽しく幸せな日々をあゆみさんが過ごせることを心から祈っております。で来年も改めてその先の1年を、でその次の1年もその先の1年を毎年お祝いとお祈りをさせていただけたら嬉しいなと思っております。では改めてあゆみさん、お誕生日とチャンネル開設1周年本当に本当におめでとうございます。ありがとうございます。素敵な2日間の生放送になりますように頑張ります。はい、それではなるみゆうでした。ありがとうございました。ありがとうございます。優しみ、これあゆみ生直すと全部設定変わっちゃうんだよな。直るかな、押したら押すの怖いな。ひゅっ、押せだ、ちょっと待ってね、直せるかな、これを直すのが一番怖いな。ちょっと待ってね、あゆみ生直すのが一番怖い、これ怖いよ。ひゅい、ひゅっ、おい、一応これでいいか、 OK、怖い。はい、ということでございまして、普通歌送りたいが間に合うのだろうか、間に合います。はい、ということでございまして、なるみ先生ありがとうございます。なるみ先生もなんかあれですね、ツイッターでなんかアマンガスやろうよってつぶやいてたら、なんかやりましょうってレスくれて、ありがてーと思ってありがてー、本当にありがとうと思いながら、それから何度も何度も遊ばせていただいておりますが、でも本当に他のゲームもやりたい。なんだろう、何でもいいですよ私今何でもって、何でもいいですよ本当に、何でも全然大丈夫、怖いやつじゃなければ大丈夫です。怖くないやつがいいなと思うけど怖くなければ何でも大丈夫です。さっきスパちゃんもありがとうございますコメント欄がホラーもで埋まってる。ホラーじゃない、ホラーじゃないぞ、ホラーだなんて言ってないぞ言ってないぞ。いやー、ありがたいな。マリカホラゲー、麻雀ホラゲーできます。ちょ、ホラゲー多くないホラゲー多くない、マリカと麻雀にしようじゃんマリカと麻雀にしようね、マリカホラゲー、マーちゃんホラゲーってなんすかあ、声の基準はバラバラだからねって書いたら、いやなの、じゃあなんかね、マリカとマーちゃんと2つもこう共通点がある、素晴らしい、ありがたい。ジャンタマやりましょう、ジャンタマジャンタマやりましょう。負けたら鳴海先生に脱いでいただいてひどい、負けたら脱いでいただいてっていうね、勝ったら来ていただいて私
か、あの私は勝って負けても来ますけれども、ぜひあの成美先生脱いでいただいて、あのやっていけたらいいかなと思いますよ勝手なこと言ってんだ。全然ぜひぜひよろしくお願いします。今後ともなんかね、ご縁つながれて嬉しいなと思ってます。はい、ちゃんともやりましょう。アリさんが脱いだ絵を描きます。かかんといて、かかんといて、エシさん怖いわ、エシさん怖いわこの時そんなことがあったって言ってね、めちゃめちゃ脱いでたら、めちゃめちゃ脱いだ配信があったんだなってみんな思うっていうね、恐ろしい恐ろしい感じになっちゃいますけど。はい、そして続きまして、誰にしようかな。いや、あのね、いっぱいあってね、どこからこうどうしていいのかわからないけど、ちょっと待ってね、順番に紹介した人を手元のメモで消していくとアナログな、アナログなやつ、ちょっとさらっと、じゃあ次テキストでいただいたエシさんつながりで、エシさんつながりで天音先生からもいただいてます。天音くんお誕生日おめでとうございます。ありがとう。あまり無理はせず体調に気をつけて仕事をしてってください。いろいろと動けるようになったらまた親らずにも来てください。ありがとう、ありがとう。いやー、もうね、付き合いが長いんですよ。どれぐらいだろう、それこそ15年ぐらい消していくとは、ほら、確かに確かにそう、消していく15年ぐらいは経つのかなっていう感じなんですけれども、あの頃私も全然デビュー当時でね、そう、まあ、でも原画家さんとしてでも活動してた頃ですね、15年ぐらい前から。で今ね、本当に親ラジとかねやられてて、私も2、3回遊びに行ったりとかさせていただいたんですけれども、そう、あやみさん、ずいぶん長いこと親ラジ出てた、そうなのかな、もう最後出たのいつなんだろう、いつなんだろうっていう感じ。そう、ごめん、さっきもらってまた遊ぼうねっていう話をしてました。まあでもね、コロナがねやっぱあるから、こういつになるかっていうのはちょっとどうしてもまだわからないですけれども、はい、なかなかね、こう時期わからないですけど、ご一緒できる時があったらいいなと思って、仕事でね一緒にやりたいねっていう話をしてるんですけど、なかなかやっぱりこうないですね、少ないですね、このこう一緒できるっていう機会がなかなかないので、その知り合った時期は長いんだけど、こう表でね、こう公の場で一緒に、それこそ、まあ、親らず以外でって言えばいいのかな、こうご一緒することがなかなかないので、やれたらいいなっていうのは一つの夢だったりとかします。即座にツイッターとチャットに URL を投下する、さす裏っぷり浦さんはさすがでございますツイートまでしてくれて、本当だ、ありがとう、天才だな、何でもできるマンだな。浦さんのリンクで天音さんのツイッターメディア欄にいたらめっちゃ可愛くてそっとフォローそれで出会いもねあるといいですよね、こうありがたい。 S さん連続で紹介させていただき、さすぐらって書いて紹介させていただきましたが、ちょっとここからはですね、ちょっと待ってね、直接ね、直接ね、電話してって言われた方がいらっしゃって、今まだ書いてないのに今通話大丈夫ですかって書こうと思ったら OK って来た、早いじゃあ電話しちゃおうかな、電話してもいいということなので、ちょっと直接つなげますね。もしもし、お疲れ様です。
お疲れ様です。アモアス部神宮寺さんです。お世話になります。神宮寺です。よろしくお願いします。ありがとうございます。見ていらっしゃったんですね。はい、見てました。いや恥ずかしいそれは。はい、ゴリゴリに見させていただきました。ゴリゴリはちょっとあれなんですけど、いやありがとうございます。ちょっと急にお電話しちゃいまして。改めましておめでとうございます。ありがとうございます。いやもうなんか1周年と誕生日ということで、はい、もうなんかめでたいことだらけでございますけど、いやいやなんかちょうど誕生日の日に解説しちゃったので重なっちゃってみたいな。ああそうだったんですか。そうなんですよ。いやいやアモアス部入れさせていただいてありがとうございます先日。いやいやまあ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 何だろう、僕もそうですし、まあ、他の皆さんも多分そうだと思うんですけど、企画をする側ってなんか競合しないように考えるじゃないですか、いろいろ。ああ、まあそうですね、なるべくは。そう、いろいろ、はい、そうで、その時でもだから表だって関わりはないにしても、なんか裏では関わりがあるっていうことがまあ多々あるんですけど、はい、まあ、あゆみさんも神宮寺にとってはその中のお一人で。裏では関わりがあるっていう、なんかちょっとあれですけどね。でもみんなそんな感じが多いですね。そんな感じですね。そんな感じです、うん、だから表立ってかかることほとんどなかったですけど、確かに、まあ先日ねアマスブ来ていただいてありがたい、楽しかったです。神宮寺さんがヌーに乗ってる間に私は勝ちを取りに行きまして、本当に楽しい戦いです。本当に全滅しましたね。全滅しました。ヌーで遊んでたら全滅してましたね。村が壊滅してました、ね、楽しかったです。いやいやいや、なんかまあ相談事とかいろいろお互いにあったりとか、そうですね、ご縁をつなぎ合わせたり、まあ、いろいろあるんですけども、大変なんですよ企画をするとか主催をされるっていうのは。あゆみさん本当大変なんで。いや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 、もう多分僕はもう身に染みてあゆみさんの大変さが分かるので、いやいや、うん、だから余計になんかお互いになんか助け合っていけたらなと思いますし、ありがたいです。だってアモアス部だってすごいですよ、ほぼ毎日、ほぼもうほぼっていうかね、毎日ですね。僕がぐったりしない限り毎日やってます。毎日ですよ皆さん、コメント欄知ってる、昼も夜もやってる日もあるんだよ。そうですね、昼夜もうアップできた時は、エアシップのアップできた時は、うん、昼夜エンドレスみたいな感じでやってる。そうだ、夜中に12時ぐらいからそうずっと誰かが倒れたら次の人が来てみたいな感じで、すごいっすよ。あれはそうです、アップできてましたからね。なんてことでしょうっていう。はあ、いや毎日やってるの疲れそうって、疲れるんですよ。疲れてるんですか。休んでください。げっそりしてますね。寝てくださいね。寝ますそう。だからなんか不思議な時間に返信返ってくる時ありますもんね、ジンクイジさん起きてるんかな、お互いにね。私もそうかもしれない。とんでもない時間にメール来るなと思ってもう、ごめんなさい、即答してるっていう、ね、そう、でも即レス来る。そうそう、確かに、まあそうですね、夜だったり朝だったりとかね。そう、お互いにこいつ寝てんのかって思う時がお互いにあるっていうね。さあ、コメント欄でありますけど、24時間耐久アマスやってそうとか、やってるんですよ。そうですね、24時間アモアス部っていうのが毎月ありますね。毎月やってるんですよ。そうですね、毎月末す。すごないですか。今月もあるんですよね。あります、あります、もちろんです。お日にちとかって発表してもいいんですか。あ、大丈夫ですよ。4月の30日の金曜日の、19時から、翌日5月1日の19時までですね。そう、すごくないですか。まあでも24時間アマース部って別に24時間、うん、僕がぶっ続けてアマースやるわけじゃないんで、まあいろんな方がこう2時間ずつですよね。そうです、ね、そうです、もうひどくシンプルな内容で、うん、アマース部の部員が広がって多すぎてなかなか入れないんで、はい、みんながアマースやるにはどうしたらいいかなって言って、24時間やりゃいいんじゃねっていう、IQ3 の企画です。いやでもそれ実現できるのすごいですから、しかも毎月ですよ。そうですね、
やばいなので大体アクティブで70人とかが参加してますね、はい、うん、わ、ずっと要は2時間ごとにやってるので枠が、まあ、12枠できるんですけど、はい、はい、で10人なんで、まあ、120名枠があるわけじゃないですか、はい、でオープニングはオープニングゲームだけゲストにしてるのでそれ以外でいくと110名のうちの、はい、要は70名なので1人1回は必ず出れるようにはしていてにしてもにしてもすごいです考え方が強人じみてて好きです、はい、ちょっと言い方があるでしょいやいやでもなんか違うのよいや不思議なもんでなんか人間って人の狂気に惚れたりするじゃないですかいやでも24時間ってそれこそ先端さんもすごいことやってますねってねあそうそうあの先端さんは参加するかあれですはいなんか運営視点ってずっと24時間つきっぱなんですよ。あ、はい、僕の枠はで、みんなの枠を見ながらなんかめちゃくちゃ雑談してるって24時間雑談しっぱなしなんですよなのでそこにまあ、そうセンターさんとかが来てくださって一緒に雑談してたりしますけど、はい、すごいなそれもでもやっぱ企画ですからねいや、まあ、お祭りなんで24時間マス部は本当にお祭りです。毎月お祭りできないですよなかなか。いやいやいや逆なんですよ。今のうちにやっとかなあかんと思ったんですよあの頃は。あ確かにそれはそうですね。アマガスだって2ヶ月に一遍とかでもそこのアマガスのこの流行が持つか分かんないと思ってたんで、はい、なので毎月せめて毎月にしようと思って、はい、あれですね企画者のそれですね気が気じゃないんですよ将来性にわかるわかる今やらないとっていう今やらないとってわ、ね、かりますわ。でも結果ねこう多分まだまだ長く続きそうな気配が普及してもらって本当によかったなと思っていますね。本当ですよ。神宮寺さん自身もすごいいい発表がねこの前ありまして。あ、はい、あんま気にせなくて。何ですか、ちょっと、告知してってくださいよ、せっかくだから。いやいやいや、そんな、いや、まあ、その、まあ、一応、まず VTuber になるっていうか、まあ、V の側がで、まあ、今、マックさんが作ってますけど、一応、イラストは出来上がってまして。そう、めっちゃイケメンの、なんか、なんていや実物がそうじゃないんだから整形しとかないといけないっていうそれだけですすごいかっこいいタッチ絵のイラストがねツイッター行くと見れるからちょっとみんなツイッターフォローしてみんな、ありがとうございます。すみません。あとはあれです、ガジェット通信クリエイターネットワークという、まあ、ガジェクリ通称ガジェクリですけど、うん、ひろゆきさんとかの会社ですね、うん、ひげおやじさんとか、あチャンネル登録してきたって、はい、してみんなしてもういっぱいして今月強欲月間なんでみんなお願いします強欲月間とかいろいろですけどガジェクリに所属することになりまして、はい、いやおめでとうございます。それもいい話、はい、お声掛けいただきました。ありがとうございます。なんかいろいろあったんですけど、はい、このまあプロゲーミングチームだったり、はい、なんかこう事務所さんだったりとかいろいろあったんですけど、はい、一番僕を愛してくれました。いやいい話。なんかそれが伝わりました、うん、なんかもうそれだけです。もう即答でしたもん。お入りませんかっていう話が来たの。神宮さんいかがぜひ一緒にって言ったらあもうはいって言ってました。その場で言ってましたね僕普通なんかちょっと時間くださいとか言うじゃないですか、まあ、そうですね検討の時間いただいてとかってありますけどね、もう即答してましたね僕その場で素晴らしい。条件聞かずに即答してましたねもう。それ大丈夫なんですか条件は聞いてもらって、いや何でもいいっすっつって言ってこんなに評価してもらえるんだったらもう何でもいいっすっつって言って、いやいいですね。でも特に何か配信スタイルが変わるってわけではないんですよね。全くないですね、うん、それ素晴らしいことですよ本当に。なんか多分あゆみさんも一緒だと思うんですけど、はい、なんかこういろんな人のご縁をつないでいくじゃないですか。
まあまあそうです、多いですね、そういうことが。で、我々はそういう場が多いので、どちらかというと自分たちが主役よりもなんかこう、うん、縁の下の力持ちになるケースって非常に多いじゃないですか。いや、多いです。そうですね、つないでいた子たちに日が当たるようにって、なんかどっかで意識があるので、はい、だから自分自身もその自己肯定感でちょっと低かったりするんですよ。まあまあまあ、企画者みんなそうですよね。そうなんですよ。そうなっていくんですよ。なんか自分が前に前にの人は企画者になっていかないんで。多分ならない、ないないですね、絶対ないですね。そうですね、それは間違いないですね。それは間違いないですね。はい、確かに。だからなんか自分の自己肯定感低い中でやっぱ最大限に評価をしていただけるっていうのは、うん、もう泣くほど嬉しかったんで、はい、条件なんかどうでもいいんで、こうやって愛してくれる人と一緒に仕事したいと思って。いや、いい話だな。そう、本当そう思いましたね。なんかいろんなね、やりやすくなって、よりなんだろう、こう自分自身が、まあ、すごいポジティブな意味で楽して楽しい配信がいっぱいできるようになるといいですよね。あのフォローしてもらったりとかもしていただきつつ、うん、そうなんですよね、うん、いい話なので、はい、だからあゆみさんが、うん、はい、もうなんかしんどい時は言っていただいたら、僕名前出さないけど人は用意するんで。あ、なんか裏の人材派遣で行くんで。裏の人材派遣。裏の人材派遣、心強い。アモアス人材派遣会社で。あれですか、例えば異業種であと2人どうしても決まんないなって、月神宮寺さんこの日って言ったら派遣していただける。あの、どんなジャンルがよろしいですかって。いやー、すごい、ちょっと高いお店ですねそれね。いやいや、お金なんかいらない。いやいやいや、そう、それは助け合いなんで、ありがたい。そうそうそう、アモアス人材派遣会社。いや、多分アモアス部の10人揃えるより、はい、あゆみさんの方が企画が結構ガチガチだから。あ、まあ、ガチガチですね。多分誰でもいいわけじゃなくなってくるじゃないですか。こうジャンルかぶりは困るとかいうか、枠の、まあ、なるべく被らせないようにいろんな人っていうのと、そうなんかそのせっかくだからそこで知り合えたらいいなと思って、なんかいつものメンバーじゃない人たちをこうなるべくやるようにする。そう、はい、だから多分普通の枠作りよりもハードル高いんですよ、あゆみさんのって。いや、そうかな、その企画者としては。うん、そうですかね。なんかそれもでも被らないようにはあります、いろんな配信者さんと、そう、だからなんかやっぱり見てても多分どこかでネタ切れが絶対起きるので。あ、まあそうですね、それはもちろん、はい、なのでそういう時にこう今のうちにこうアモアス人材派遣会社が頑張りますんで。優しい裏でいやだって企画っていうのはあっちこっちあってなんぼだと思うんで。いや、盛り上げていくためにもそうですね、アモアス なんか競合し合うというよりも、うん、なんかやっぱりみんなでこう普及し合うというか、コンテンツの延命を。確かに、ありがたい。なんかやってなんか育っていく人たちもいっぱいいますけど、あ、うん、なんかあの僕は企画を立てている方に対してはもう多分日本で一番リスペクトしていると思ってるので、ね、あゆみさんにしても皆さんそれぞれ村の方々に対しても、もう僕はあの一番リスペクトしてるんで。だからなんかこういろんな方が目に日の当たるよりも僕はあゆみさんに日が当たってほしいと思っているので。逆もそうですよ、多分企画者同士みんな全員思ってますよね。そう、まあまあそうっすけどね、そうっすけど、ね、あの人もうちょっと前に出ればいいのにって誰もがみんな思ってる。だけど自分になった瞬間、いやいや、みんな頑張ってっていう。そうなんそれなんすね、今私はいいんでね、みんな頑張ってねみたいな。そうなんですね。いや、まるで同じ、まあ、本当に同じ、みんなそう。そう、大体みんなそう。そう。だって、なんか場が綺麗に成立することを望むっていう。そうです、自分が出るよりもうまく回るのが一番ですからね。そうこの人喋ってないかしらみたいな、そんな。あ、そうなんですよ。大丈夫かしらみたいな。そうなんですよ。だから私は異業集中人狼に神宮寺さんを次回お招きします。
イエーイ、ね、そろそろいいですかって僕は言いました、ね、申し訳、もうその話をすると私謝罪しかないな、もういやいやいや本当に、いやいや、もうぜひっつって言って、いやいや、なんであの今月まだ正式に言えてないですけど25日に25日ですね、はい、ありますので、まあ、その時には逆にね、あのご参加いただけるの自由に自由に、いや、なんか、いや、あの実況者枠に僕が出るのはもうなんかおこがましかったで、いやいや本当本当と思ってたんですけど、あの、いやいや、そろそろいいですかって僕は言っちゃいました実況者枠ですよ、そりゃもう、いや、あの企画者枠でいいですよ企画者枠ちょっと面白いですね、でもね、でもみんな企画者枠になるかもしれないはい、いいな、ちょっとぜひでも25日もよろしくお願いします。いやいや、こちらこそよろしくお願いします、はい、なんか何人かツイッターとかチャンネル登録したっていう人がいるので、もっとみんなもっと頼むもっ と, もっと頼む、500人見てるからもっと頼むそう、もっと頼むよみんないやいや、ありがとうございます。実はね、あのツイッターがもうちょっとすると1万人ぐらい、ね、あ、そうですね。ちなみにあと何人ぐらい、あ、まあまあいります。あ、まあまあいる、まあまあいるのか、まあまあまあいります、まあまあ、はい、まあまあ、あの700人ぐらいいると思います。700はちょっと今この人数じゃいけないけど、でもちょっとみんな、いやいやいや、ぜひぜひ、ですです、あの気持ちの問題です。ぜひよろしくお願いします。ちょっとでも、もうなんか YouTube はなんかもう途方もない位置にいる、もうなんかのんびりやってます、うん、あ、 YouTube も両方貼ってくれてる、ありがとう、本当に、うわー、もう素敵、全部任せちゃってですけど、素敵、もうみんなちょっとぜひぜひ見に行ってください。めちゃめちゃアマンガースもお上手で、やっぱりナイスプレイが多いので、いやいやいや、勉強になるよ、みんな、やらかしばっかりですからやらかしばっかり。神宮寺さんよくベントからね出られたりとかね、ちょっと、そういう動画もよく、まあ、そこは触れずによくね、ベントからも出られることも多いですが、本当に推理がお上手なので、ぜひぜひ皆さん皆さんありがとうございます。そしてこの後2時からもアモアスバありますよね。はい、お昼の部でございます、はい、よろしくお願いします。まあ、あの、まあ、皆さんは大丈夫、来なくていいんで、あゆみさんのお祝いをしてください。言い方があれですけど、僕は僕のことにとりあえずあゆみさんの元気をめでた日なんでね、しっかりお祝いしていただいて、はい、ありがとうございます、はい、またちょっとでもちょっといろいろアマーズ部も私もまた遊びに行きたいなと思ってるんで、時間作ってください。はい、作ります。ちょっと今ねバタバタして忙しかったと思いますけどこれ終わったら、明日終わったら身が楽になるんで、ちょもう、はい、僕も今日本当はメッセージとか送りたかったんですけど、もうなんか、はい、なんか間に合わなくて、あ、電話していいって言って、あ、もうぜひ取っていいっていう流れになりました。ぜひって言って、あ、登録してきましたって、何かありがとう、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。すみません、はい、ありがとうございます。じゃあこの後はマーズ部頑張ってください。時間ギリギリまで、はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございました。ありがとうございます。マーズ部神宮寺さんでした。またでーす。お疲れ様でーす。じゃあ失礼しまーす。はい、ということで神宮寺さんが来てくれました。ありがとうございました。ありがとうございましたって、私打っちゃうんだもんねあれ、顔文字ついた、顔文字ミスです。はい、いやー、ありがたいありがたいですね、本当にご一緒させていただく機会が増えて、私もアマース部前回だから先週になるのかな、はい、入れさせていただいたので、初参加させていただいたので、これからもなるべくこう参加できたらいいなと思いますのでさあ、じゃあ順番に徐々に紹介していきましょう。他のメンバーも紹介していくよ。さてさて、誰にしようかな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ジンクジさん。お、消し。消すな。消し。じゃあせっかくちょっとアマンカースの流れが来てるから。異業種宇宙人狼のね、皆さんからもかなりメッセージいただいているので、そんな皆さんからテキストをいただいた皆さんから紹介していこうかな。じゃあ、こちら、お、画
像だった、びっくりした。あ、絵文字がついてるから、そっか、画像にしたな。ちょっと待ってね。ででーん、これも私かぶれて、かぶれていいんじゃないかな。こっちにしようか。じゃあこっちか。ベイビーウルフ、マイマイからのメッセージです。誕生日おめでとうございます。かわいいな絵文字。優秀十字路で初めてご一緒させていただき、こまやかな感じ、細やかな準備から当日に至るまで本当に楽しく、繊細な気遣いに救われちょっと私ダメだ、改めてこの出会いに感謝しております。ありがたい。ゲームが始まればインポスターあみさんの積極的なキルというギャップもまた興奮でした。あみさんの多方面での、さらなるご活躍をお祈りするとともに、ぜひまたご一緒できますよう、そしてともにインポスターでダブルキルって決められる日を夢見ております。骨あ、ささいありがとう。パッションということでいただきました。まいまいささいで裏あの埋まっている骨ね。いや、ありがたい。そう、毎毎一緒にアイドルさんたちがこう人狼をするわけですよ。それはもうね、なんかね、可愛い女子がキャッキャウフフしながら人狼をして殺し合うある種私の大好物なアイドルさんがいるんですけど、そうでね、そのアイドルさんからあの、ま、毎月っていうか、ま、毎回かな、ほぼ毎回あの異業集中人狼にあのベビーウルフさんからあのお一人ずつ出ていただいて、でそこであの今のところ最多 出場マイマイです。だからね、あの手書きのね地図とこう なんていうのこれ、なんていうのその人形を使って今ここで誰がこうだとかっていうのを、視点の配信でやってくれてるのがめちゃめちゃ分かりやすいんですよ。やっぱどうしても編集の段階でねこうやることはできるんですけど、なかなかこうリアルタイムで誰がどこにいてっていうのをまとめている方ってなかなかいないので、そうありがたい、めちゃめちゃいい。可愛い女の子たちが殺し合う、ナイスボード、ナイスボードとはちょっと違う、ちょっと違うんだよね。はい、地図とかも分かりやすかった。そうだから初心者にも分かりやすくて優しいですね配信。なんか漫画数よくみんなやってるけど何だろうって思ってる人たちからしたらこうめちゃめちゃ分かりやすい感じですね。すごいでしょ、すごいんですよ。なんでよかったら、ちょっとぜひぜひベビーウルフさん見に行っていただいて、マイマイ後でめちゃ歌うまいんですよめちゃ歌上手なんですよ、びっくりした。そう、いやアイドルさんだから歌普段歌われてるだと思うんですけど、ソロってのね歌動画とかも上がってる、めっちゃ上手。そして最近チャンネルをね作られたので、もしよかったらぜひぜひ登録していってください。疲れてると頭がついていかないから助かる確かにそういうのもあるよね。はい、ということでまいまいでした。ありがとうございます。そう、今何人紹介したのか、5、6人紹介したところで、1時間終わってるんですが、あのまだ、5分の1ぐらいしか終わってないのでサクサクいきたいと思います。サクサクね、サクサクいきたいと思いますちょっと音声まだ誰からも紹介してないから音声メッセージ紹介していこうかな。ちょっと待ってね、分かんなくなっちゃうから。さて音声メッセージ、せっかくやで、じゃあちょっと声優さんからいただいたやつとかも聞いていこうかな、聞いていこうかな。ゆかにゃんからのメッセージを一緒に聞いていきましょう。ほんわか、ほんわか大好きゆかにゃん、いくよ。あゆみさん、4月18日お誕生日おめでとうございます。どうも、ひなとゆかです。かわいい、今日は本当におめでとうございます。あゆみさんとはマリカで一緒に遊んでもらったりとか、あとは収録でお世話になったりとかですねスタジオにね、来ていただいてありがとうございます、そうですね、
あゆみさんにとってまたこの一つ年を重ねた1年がより良い年になるように祈っております。ありがとう。いつも最近アマンガスよくゲームされてて、いやーすごいなと思って見ていたんですけれども、私はちょっとアマンガス本当にもう全然もうダメダメなので、またそんなことないよ、マリカとかのゲームとかなんか他のゲームとか、また誘ってもらえたらすごい嬉しいなと思います。仲良くしてくださりありがとうございます。ということでですね、本当におめでとうございます。ありがとう。来年のお誕生日を迎える日まであゆみさんにとって素敵な一年になるように祈っております。ということで、次回ですがお誕生日のお祝いボイスです。以上、日向ゆかです。あゆみさん本当におめでとうございます。バーではでは失礼します。バイバーイ。かわいかろうかわいかろう。コメント欄がかわいいで埋まっている。そしてゆめさんがいらっしゃってる。ゆめさん、ゆめさんの流せばよかった、しまった。ゆめさん、いやーかわいかろうね。ーなんかマリカーでやってた時もめちゃめちゃ癒し枠ですよ。天使ってか、いやマジ天使だね本当にねコメント欄かわいいで埋まっているのすごいな。いやありがたい本当に。あーツイッターもありがとうございます。あゆかにゃんいるゆかにゃんもいる。ゆかにゃんゆかにゃんかわいいゆかにゃんかわいいよ。ゆかにゃんもいらっしゃる。そうぜひちょっとねツイッターとか見に行って、そして登録して、なんかね一緒にね、そのなんだろう、なかなかこう普段遊んでる声優さんたちと、そのあと音声系のって言っていいのかな、その ASMR とか得意とされてらっしゃるその声優さんとか、なかなかこうお仕事でご一緒できる機会がなくて、スタジオでね、あゆかにゃんいるとかあるんだけど話しかけていいのかなみたいなちょっとなんか申し訳ないなみたいな感じだったりとかするんで、なかなかこうね、なんだろう私も緊張するんですけど、そうだからなんか一緒に遊べる機会が増えたらいいなみたいなのは常々思っているんですが、ちょっと誕生日を迎えて YouTube1 年生になったので、次回からもうちょっと積極的に私も声をかけていきたいと思っている感じです。あ小森さんもラジオにもゲストでお越しいただきありがとうございましたつって、そうぜひぜひチャンネル登録もそうだし Twitter もフォローしていって、癒し枠ですよ本日何度目かの本人降臨みんな見ているのちょっとだいぶ恥ずかしいですけれども、ゆかにゃんかわいいんだよ。あニコ生ありがとうございます、貼っていただいて、ぜひぜひニコ生の場合は何チャンネル、でもチャンネル登録もそうだ、お気に入り登録とかもありましたっけ。あちょっと言葉尻がもしかしたらワードチョイスが違うかもしれないですけど、ぜひぜひしてもらえたら嬉しいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。せっかくちょっとゆめさんいるから、この流れでゆめさん聞いてもいいですか。ちょっと同じく癒し枠なんですけど、もう癒し枠最初に使い切っちゃって大丈夫かなって思うんですけど、いいですか。ちょっとゆかではもう本日ニコ生チャンネル1周年おめでとう。めっちゃスパチャ投げたいけど、めっちゃスパチャ投げたいけど投げられない。みんな私の代わりに私の代わりにはダメだけど、いやーあ YouTube も貼ってくれてありがとう、ありがとう。いやおめでとう、おめでとう。あニコ生フォローしました、いやありがとう。ぜひぜひ登録してってください。もう
ね、なんかこうもうかわいい、コメントがかわいいもんな。 YouTube 一周年おめでとうございます、ありがとう。優しいしかわいいし、嫁に来ないかもうそんなことばっかりで嫁に来ないか。そう、なんかもうちょっと今年はね、勇気を振り絞って私はいろいろゲームに遊ん、なんか誘ったりするんだって思っているんだ持っているんだから誘います勇気を振り絞らないとなかなかこう、なかなか、あ、すいませんって言いに行けるナンパしてばっかじゃないかって言われてるすぐ嫁迎えるやんって書いてる。ええー、一夫多妻制じゃあちょっとこのまませっかくなんでゆめさん聞いていきますよ。いいですか、みんな行くよ。いただけましたでしょうか。私の得意のリコーダーでお祝いをさせていただきました。この度は1周年記念お誕生日おめでとうございます。ありがとう。あゆみさんとは以前私が進路で悩んでた時にまだお互いよく知らない間柄だったんですが、すごく丁寧に相談に乗ってくださって、懐かしいね、その時から優しくて素敵な方だなって思っていました。去年のマリオカートのコラボも初めてできてすごく楽しかったです。でもマリオカートは私と同じくらいお上手だったので、またいろんなゲームをご一緒できたら嬉しいなと思います。この度は本当におめでとうございます。もうコメント欄が荒れてるやん得意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 っつっておやあー得意で奪ってしまっているが、いやー、ゆめさんありがとうございます何回かんってなる場所ありましたね。マリカは私の方が上手な気はしたなと思っておりますけども、おい、テクノおじさんだ、ありがとうございます。急にそんな、ありがとうございます。わ、元気してますえ、元気してます、びっくりしたびっくりした、ゆめさんからもスパチャもらっちゃったよ、ありがとうございます。これからのご活躍も楽しみにちってますちょっと待って、ゆめさん5時がひどすぎる。これからもご活躍も楽しみにちちます可愛すぎるだろういや、可愛すぎるでしょう。これからもご活躍を楽しみにちちますしちますいや、可愛いでしょう、可愛すぎるでしょう。ちょっとゆめさんのチャンネル登録とツイッターフォローしに行って、この可愛さやだ、ちょっと可愛いよゴチしちゃったって書いてある、可愛いかよ、あ、チャンネル貼ってくれた、可愛い幼女かなって書いてあるこれはあざといって書いてある、いや多分のガチなんだこれアーカイブ残ります、そこだけ切り取ってあげてスパちゃんのなんだこれはっつってこれはかわいいよ、ずるいよ
文字で可愛いのずるいよ、天才かなと思うね。してますっつってね。そのままゆめさんボイスで聞きたい。いや私も聞きたい、聞きたい。これちょっと後で聞きたいな、お声聞きたいな、ちょっとぜひ。みんな煽りに使っちゃいけないよ。してますって言ってくださいって言うと傷つく人もいるかもしれないから、ここだけこのなんか画像で言うって。ボイスめっちゃワンちゃん、あーいいですね、ぜひ。無理なこと言う、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。本当にちょっと連続で紹介しちゃったから2人ともいらっしゃったんで流れであれでしたけど、ゆめさんとゆかにゃん、ありがとう、ありがとう、また遊ぼう。ちょっと私はなんか勇気を出して今年はゲーム誘います。遊んでください、よろしくお願いします、ありがとう。そしてそんな中テクノージさんが久しぶりって書いてくれて、作曲家のテクノージさんです、ありがとうございます、ご無沙汰してます、ありがたい、こんな配信に来ていただいてありがたい、ありがたいな。よし、じゃあ時間もどんどん過ぎるので紹介していきますが、どうしようかな、癒し枠が終わってしま終わってしまったので、あでもまだ癒し枠ありますよ、癒し枠はまだね、まだある、まだあるけど前半癒し枠が終わってしまったので後半まで癒し枠は取っておきたいから、男性からのにしようかな、男性が打って変わってみたいな感じにしますか。シュッチさんがやる気、ちょっと誰にしようかな、誰にしようかな、いや、癒し枠めっちゃあるな、よし、男性からのにしよう、男性からのメッセージを行こうかな、動画にしようかな、せっかくなんで。じゃあちょっとプロバスケットボール選手のひるきけんじさんからのメッセージ動画をいただきました。いきますよ、流します、どうぞ。あゆみさん、この度は YouTube チャンネル開設1周年おめでとうございます。ありがとうございます。普段はプロバスケットボール業界で活動させていただいている私ひるきけんじですけれども、最近 YouTube の配信を始めまして、ひるきけんじさん、それのデビュー、今日は代理じゃない、していただいたのがあゆみさんとの、業種イエイ、交流人狼ということで、あの実質私の YouTube デビューを手引きしていただいたのがあゆみさんと言っても過言ではございません。ありがたい。そんなあゆみさんがですね、この度1周年ということで、今後もですね、自ら楽しんで、そして周りの方々を巻き込んでいくあゆみさんでいてください。この度はおめでとうございます。ありがとうございます。イエーイ。優しい。優しいかよってなる。ご本人がいただきました。ひるけんさんです。ありがとうございます。いやー、本当に最初にね、その、なんだろう、ご一緒させていただいたときはまだ YouTube がなくて、視点配信とかないんですけど、って、全然大丈夫です。一緒に遊びましょう、みたいな感じでこう、ね、お話しさせていただいたんですけれども、次の時には YouTube 作りました。そう、なんと配信者になっていたんですね。そう、そこからですね、まあなんかひるけんさんのこの動きが分かるようになり、動画見に行ったりとかしてるんですけど、そう、バスケットボール選手、まあそしてあとコーチもねされてるのかな、そう、ちょっと私があんまりね、そのスポーツ自体に疎いのでなかなかこう深く語れないっていうのが大変残念なんですけど、そう、あ、バスケ好きだから嬉しいっていう、そうね、だからなんかバスケも見に来てねっていつもおっしゃっていただいてるので、私はどっかで行きたいなと思っているんですが、
にっくきコロナで、コロナ目みたいな感じですけれども、タイミングがあればね、ちょっと行きたいなとは思ってますが、 YouTube 本当にこの前作られたばっかりだから、ぜひぜひよかったら見に行っていただいて、チャンネル登録とかもしてみてください。でも配信に来てるのはなんか代理のヒルケンさんっていう方なんていうの、似てるんだよな似てるんだよな。でもメッセージいただいたのはヒルキケンジさんなんだよなうちなんだなってね。そう、バスケの試合前の君が歌ってもらって、おおそんな仕事したいそんな仕事したい、いいね、似てるってって言われてよく似てる、よく似てるんだよな生き別れのなんとやらかもしれない。ということで、これからもいっぱい一緒に遊んでいけたらいいなと思っておりますので、ヒルケンさんありがとうございますなかなかそう、これもね、アバンガースなかったらできなかったご縁のうちの一つなので、本当になんかゲームを通じてね、アバンガースっていうゲーム10人ね、毎回揃えてるんですけど、10人って結構ですけど、10人でよかったなと思ってるうちの一つですね。本当だ、3、4人だったら多分そこまで手を広げられないから、10人っていうのでね、よかったなと思ってます。本当にありがたいです。不思議なね、こう全然違う業界なんで、まあ、歌と、まあ、私歌って言っていいのか分かんないけど、いや歌だけど、歌とこう、ね、スポーツ選手っていうね、ありがたいです。これからもよろしくお願いします。じゃあ次も打って変わって付き合いの一番長いコンさんからのメッセージを紹介していこうかな。コメント欄にいるしっていう形で、コンさんからのメッセージを紹介していくよ。コンさんだ。あゆみさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとう。出会って15年くらいになることを考えると、あの当時は 2,3 歳くらいだったでしょうか。あっという間に大きくなるんだなと今は夢上げる思いです。よ、大社長、新しい1年もぜひぜひよろしくお願いします。ありがとう2,3 歳だった、そう 2,3 歳ぐらいかな。そしてあゆみ玉をお聞きになっている美少女ゲームメーカーの皆様、あゆみさんのお誕生日祝いの番組広告出稿は絶賛受付中ですよろしくお願いします。ありがとう、コンさんでしたあ、美少女ゲームメーカーの皆様、あゆみさんのお誕生日祝いの番組広告出稿はもう絶賛募集中でございますスポンサーを募集しております。あの番組スポンサーを募集してます。スポンサーのおかげで成り立ってる番組です。スポンサーなくなったら打ち切りでございますぜひよろしくお願いします。そっか、まだ18歳くらいなのかって書いてるね、出会った年齢が毎年下がってくっていうね。出会って5年でしたっけみたいな、出会って10年でしたっけっていうね。ってことは逆算するとみたいなね、逆算するとどんどん年齢が若返ってくっていう、素晴らしいですね私ねお祝いと見せかけて宣伝っていうこともないんですけど、コンさんありがとうございます。僕のツイッターフォローしても面白いことはないので、電脳妄想開発室をフォローしてください。いや、コンさんのツイッターも、コンさんのツイッターはね、めちゃめちゃスポーツのこと書いてあるよ番組広告の出稿もお待ちしていますって電脳 .tv 貼ってあるんだあ、電脳 .tv 貼ってるのめちゃめちゃ面白いな。いやー、そっかーって書いてある。いやーね、本当にね、電脳妄想開発室っていう美少女ゲームの情報番組を12年目11年目、どっちだ、あーなんかやってるんですけども、分かんなくなってきた、え、何年目、今何年目、そうやってるんですけど、一周回るぞって言ったから12年か。いや、12年ですよ。ほんと、えと一周回るわけですよ。いや、恐ろしいよね。12年目か。
え、次じゃあ秋になったら13年目になっちゃうの12年ね、同じ番組やらせてもらうこと、まあないですよ。なかなかないよ。ね、まあだからそれだけでもまあこうありがたいのに、それだけでもありがたいのに、なんもね、メンバーも変わらず。いや、番組が残ることってあると思うんです。ただまあそのまあAD さんは変わっていくんですけど、まあ、ディレクターも変わらず、構成作家も変わらず、コンさんですけど、まあ、私も変わらず、誰一人ノーチェンで、まあ、誰か感覚がこう休むことたまにあったんですけど、まあ、私も休むこともあったし、あれですけど、でもこう続いていけるってね、すごいね。12年で恐ろしいなと思いますけど、改めて見るとね、その数字が。でもまあ それより前からコンさんとも付き合いがあって、私が東京に出てくる時にきっかけに、なんかちょっとレギュラーとかあったら出やすいんだけどな、コンさんなんか考えてよって言って考えてくれたのが電報だったりするので、まあ、それを考えるとね、すごいよね。パーソナリティ、プロデューサー、エンジニア、作家が変わってません。ほんとすごいと思うよ。なかなかないと思うよ。だ誰か感化は絶対変わってるもん。5週だからね、ありがたいなって思っています、電毛に関しては。だからなんか、なるべく1日でも1回でも長くこの番組続けていけたらいいなって思いますよ。どうして上京させてごめんなさい。これ10周年記念の時の本に書いたんですけど騙したなんて書いてない。そうだからね、13年、まあ、せめて15年ぐらいは続けたいよね。15年いったらさ、多分20年ぐらいまではってなるし、20年いったらさ、25年ってなっていくのかもしれないですけど、まあこうハードルを低くしてみんなでね、そう、現場で出るのは病気の話っていう我々でございますけれども、まあね、なるべく元気でリスナーさんたちが少しでも楽しい毎週木曜22時が過ごせますように、ぜひ、まあ、これからも続けていきたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。コンさん、いつもありがとう。長生きしてね本当にね、本当に長生きしてね。はい、ということでございまして、出てみようかな。今何が、あとどれだけ残っているんだ。どれだけ残っているんだ。今文章を紹介させていただいたので、動画にしよっかな。動画にしよっかなと思っております。ね、今ね、手元にないのがちょっとあれなんですね。すっごい可愛い動画をいただきました。声優の加山いちごちゃんからいただいたので、こちらの動画を紹介していきます。あゆみさん、そして配信をご覧の皆さん、おこんにちは。声優の加山いちごです。突然ですが、どこか見覚えないですか、こちらの背景ある。今日はみんなであゆみさんの誕生日を祝おうと思います。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。今ごとごとって言ってよ。あゆみさん、ハッピーバースデートゥーユー。かわいい、おめでとうございます。こちらは趣味である粘土で作りました。すごいよ。まさにアマングアスのきっかけを作ってくれたのがあゆみさんです。配信の時もオフの時も本当に楽しい時間をありがとうございます。ピンクが、まあ、私がね、いつもあゆみさんにキルされているということで、ピンクは今回骨に。
ピンク骨になってる。そちらにお送りしたのですが、もしお手元にありましたら緊急タスクを挑戦してみてください。緊急タスクの内容はケーキを真ん中に置き、うん、10体をそれぞれ缶の中に並べて、お、タスククリアです。かわいい。こんな感じです。これができたら24時間配信成功間違いなしです。かわいい。体調に気をつけて楽しい時間を過ごしてください。では次骨になるのはって感じ。そう、かやまいちごちゃんでした。ありがとう。いや、いただきまして、いや、このね、緊急タスクをやろうと思ったんですけど、残念ながら今手元になくて。やりたかったんだよ、やりたかった。でもね、届いたっていう話は聞きました。なんか今日のね、午前指定で実は送ってもらって、送ってもらったんですけど、そのね、午前がめちゃめちゃギリギリ午前だったんだ、いけなかった。あ、いちごちゃんいる。そう、めちゃめちゃギリギリ午前でちょっとね、取りに行けなかった、間に合わなかったんだ、いちごちゃん。だから来週ちょっと私は緊急タスクをやる配信をしたいと思います。いちごちゃん付き合ってください。いちごちゃんいる。いやー、だからね、もう実際に見せたかった。ギリギリまで待ってたんだけど、どうしてもちょっといけなかった。申し訳ないです。せっかく送ってくれたのにって思って。すでにケーキ過去アヒルは肉屋に。そうね、アヒルもね、いちご。そう、なんで来週のどこかで一緒にいちごちゃんとやりたいと思ってます。ありがたいです、本当に。なんか粘土めちゃかわいいね。器用だなと思って、めっちゃ器用だね。あれだけ作れるのすごいですよ。あれ、動画だとど何色何色いたんだろう、何色いたんだろう。ちょっと待って、ちょっともう一回、もう一回見てみよう、動画。あゆみさん、そして配信全員揃ったところまで飛ばすぞ。これだ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、ぴったり、やっぱ10なんだ。おめでとうございます。で、10色、10人村揃っている。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ねー、めっちゃ上手なんだよな。一人だけ肉になってるの。一人だけ肉になってるのすごいよね。しかもピンクって、いちご狩りっつって言うから、いつも。いちごちゃん切るときだけですよ。まあ私はいちごちゃんにしか言ってないですよ。他の人切るときに、ふっとかうーしか言わないけど、いちごちゃんときだけいちご狩りって。嬉しないわみたいな感じだと思うんですけど、いちご狩りってしてますからね。愛です、愛、気持ち。気持ちがこもってるよ。なんだっけ、いちご狩りって。でもね、これね、シュッチさんか誰かが動画作った時に、いちごちゃんキルした時にいちご狩りって書いてあったのが、ね、ちょっと忘れられなくて。いちご狩りっていうのね、いつもこうキルするときに、あ、いちごちゃんだっつって言うと、いちごちゃんキルしたくてしょうがない、はゆみでございます。いつもキルしたい。だから、あの、さっきね、紹介したマイマイのこう実際のボードがあったじゃないですか。あれにこのいちごちゃんのお手製のこのね、人形、なんて言えばいいのこれって、なんていうのが正しいんだろう、をね、使って、誰々がどこにいてみたいなやつ、こう使ってやりたいよね。ピンクだけ肉だけど。あ、インポスター引いて切りたいよって言って、いちごちゃんなかなかね、インポスター引かないっていうのに定評のあるいちごちゃんですが。そう、粘土ロイド、粘土ロイドはちょっとでもあれ、ちょっと登録商標なのでは。そう、でもなんかね、そういうのね、こう動かしながら、誰々が今ここにいまして、こうでこうでっていうのがね、ちょうどね、あの、
ここにいない2色も、追加でオーダーしてるひどいあの何が足らないんだ、黄色ピンク黄緑緑水色と紫がないのかな、合ってる、水色と紫がないのかな、水色と紫をこれちょっと追加で、発注するのでひどい作っていただいて、このこう遊べるやつをねやれたらめっちゃ盤面整理しやすいと思うんだよな。これあ粘土細工か、すごいな、もう女子だなと思ってすぐわかる小さく、そうじゃない、うん、水色と紫じゃないかな、そうと思うので、その水色と紫こうやってね、誰が来ても大丈夫だようにして、私の盤面整理はだからこうすごくわかりやすくなりますよ、かしこまりですって言われていいのいちごちゃんすいません、いやでもね、それできたら面白いななんて思ってますよ。頭に乗せるバナナもお願いしますあアバターのね、それもいいかもしれないですね、目玉焼きとかね、骨になってないピンクも作るせやな、本当になんかこれどうやって作ったのって私聞いたら、ちゃんと作ったやつを切りましたって言って、本当にいちご狩りしてたっていう一番エピソードとしてめちゃめちゃ面白かったです。実際にやっぱ作ってからじゃないと切れないんだね、やっぱね、それ用に作るわけじゃないんだと、作ってからちゃんと切りましたってなるほどっつって実際にご本人がいちご狩りをしてたっていうのがね、ほっこりエピソードでしたありがたい、めっちゃ可愛いでしょ、なんかこれも私も飾りたいし、飾りたいし、なんなら使いたいなと思って、もう手をきれいに配信前にこう手をきれいにしてこれ使いたいなって思ってます。なんか汚れちゃうと嫌だから、粘土ってなんかちょっと汚れそうだから、だからポテチとか食べながらやらないです普段やったことないけど、ポテチとかなんかサンドイッチとか食べながらやらない、アマンガスそう、全色骨バージョンも欲しくなりますね、みんなそれは欲張りすぎだもうすでに発注しといて何を言うんだみたいな感じですけど、いやでも本当にいちごちゃんありがとう、かわいい、雑大事にします、ちょっと早くねこれ手元に取っていちごちゃんと一緒に開封作業の、ま、スケジュール合わせて配信をして遊んでやりたいと思ってます。あ、いちごちゃんのツイッターも貼ってくれた、ありがとう、ぜひよかったらツイッターも見に行って登録してみてください、よろしくお願いします。水には弱い、わかりました、飲み物飲まないよ、じゃあ無水、無水でやります、無水で熱いキャスもありがとうございます、もう無水、もう一回も飲まない、上半身とか半身が分離するようにする、今から全部作り直しやないか、それだとちょっと申し訳ない、ね、水濡れ厳禁で気をつけたいと思います、はい、じゃあ続きまして、他の方からもいただきたいと思う、いただきたいじゃない、紹介していきたいと思います。さてて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 て、ちょっと待ってね、どうしようかな、テキストにしよっかな、なんか一個入ってないな、1個設置忘れてんな、ちょっと待ってね、メモる、流そうと思った音声が入ってないぞ、ちょっと待ってね、私が今入れればいいんだな、ちょっと待ってね、あでもいいや、先に別の方のやつを紹介してる間にやろう、じゃあいきますよ、じゃあ同じくこんにちは、異業種中人狼でご一緒しました辻あゆみちゃんの、テキストメッセージを紹介していきます。すみませんね、これはこっちを消さないといけない、いきますよ、ほい、あゆみさん誕生日おめでとうございます、ありがとう、
今日の良き日にコメントでお祝いさせていただけるなんて幸せ者の声優辻あゆみです。いや申し訳ない。異業種宇宙人狼でご一緒させていただいてから同じく甲状腺の病気を持っているものとしてねえなんて活動的にご活躍されているんだろうといつも尊敬しております。ありがとう。これからも無理せず素敵な歌声をファンの皆さんにお届けしつつ、また辻ともアマースなどいろいろなところで遊んでいただけると嬉しいです。もちろん素敵な一日、楽しいバスで24時間配信になりますようにといただきました。ありがたい、ありがとうございます。そういえば甲状腺つながりでもあったなって、そういえばっていうつながりとしてあんまりあんまりね病気の話ばっかりかってなっちゃうんでもうなんかねさっきからね病気の話をするためになんか申し訳ないなって思うんですけれども、まあ病気つながり病気つながりってなんやねんって感じなんですけど、まあそうなんですよね、病気つながりですね。そうで私ね初め知らなくて、土さんも甲状腺のあのご病気を持っていらっしゃるっていうことを知らなくて、この前ねその、まあ、このメッセージをいただいた時に実はって聞いて、あらやだみたいなあらやだみたいな、私たち名前だけじゃなくて病気まで一緒なのみたいな、双子かしらみたいなミラクルガールズかしらぐらいの感じだったんですけど、古いな、いや違うんですけど、いやだからね、だからまあつながりがこうねなんかあの共通のものができると嬉しいんですけど、病気が一緒かみたいな、だからねなんかお互い頑張りましょうっていう感じになりましたまあねちょっとね病名は違うんですけど、いらっしゃるし、ちょっと嘘でしょ、いやありがとうございます辻さん、ちょっと待って、あらやだあらやだあらやだやだわ、ちょっとお名前だけじゃなくて病気も一緒なのかしらなんかねそうメッセージいただいた時にびっくりして、いやなんかその共通だからといってこうね、でもねこうな手放しで喜べないわけですよ私もやっぱさその発覚した時大変だったからさ、だからねちょっと病名は違ったりするので微妙にこうやっぱ違いますけれども、そのなんだろうね、その普段日常生活の辛さはねこうも似ているところがあるから、なんかやっぱねわかるみたいな、辛いよねわかるみたいなのでしたね。なんかこういうところが大変でしたみたいな話もちょっとあの聞かせていただいて、見るたびに私もそうだったなとか、まあね体が辛いとかこのなんだろうすぐ疲れちゃうとかはねあの共通だったりするので、ありがたいです本当に。だなんかこうねアマグアスでそれこそ本当にね辻さんもアマグアスでつながれたご縁なので、まあ、本当になんかゲーム10人で本当に良かったなと思っておりますでもね私アマンガースやる前にこれご本人全然言ってないんですけど、なんか配信かな、でもアーカイブだったと思う、リアルではなかったと思うんですけど、何かのタイミングでなんか別の動画を私見させていただいたことがあって、なんかあだからね多分ねいろんなね配信をされている声優さんとか歌手の方とか、まあ、いわゆる同業者の方を探してたの、なんか声優 YouTube みたいな雑な検索の仕方であれなんですけど、声優 YouTube とかで検索をして、その時にね引っかかったんですよ辻さん。だからねあの、まあ、もちろんあの存在はあの、まあ、それより前からねお名前はもちろん拝見したことがあったので存じ上げてて、じゃあ存じ上げてて変だ、存じ上げててはいいか、存じ上げてて、で、まあ、実際になんか YouTube で検索した時もあ辻さんやってらっしゃるんだみたいな感じでこう見させていただいてたのが、アマングアスで実際に一緒にやるっていう話になって、もうあらやだですよあらやだ本当にってなりましたね。そうだからね、小学生の調べ方やん、小学生の調べ方やねん
そうだからね、それもありがたくて、そんなの手前に、でも私もねお名前を存じ上げてたので、この実際につながれたご縁っていうのが本当にありがたいなと思ってます。だからなんかね、まあ、ちょっと勇気を振り絞って、それこそなんかね、あんまりまだねその出会って日が浅いので、今度はメッセージを頂戴して良いのかしらと思いながら、もしよかったらってお送りしたんですけど、本当にご快諾いただいて、なんていい子なのかしらみたいな感じになっております。なんですいません、ズバジャまでいただいちゃってありがとうございます。ちょっと辻さんのチャンネル登録を厚めにお願いします。皆さん厚めに頼む、厚めに頼むぞ。そう、みんなちょっとコメント欄あらやだで埋めるのやめてくれる？あらやだって言うでしょ？言わないか。いやー、ぜひぜひ、なんでちょっとやってもらって、あつ森っつって、あつ森YouTube チャンネルも貼ってくれてる、何度もありがとうございます。 Twitter もね、そうぜひぜひ貼っていただいて、またなんかこれからも一緒に遊べたらいいなと、まあ漫画数もそうですけど、漫画数以外でも遊べたらいいなと思ってますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。なかなか言わないですって言われちゃった。いやー、なんでね、このこと配信も楽しみにしてます。いやー、ありがとうございます。いっぱいちょっと遊びましょう。あらやだ、やーねもうって書いてる。ありがとうございます。浦さんは後でまとめたこのツイッターとチャンネル一覧を私にください。概要欄に貼りたい。後でまとめたやつをください。はい、まあそんな感じで、やーねーといえば、やーねーといえばじゃない、この振りの仕方良くないな。あらやだといえば、あらやだといえばもあれだな。まあちょっとね、同じく知り合った、アマガスで知り合った方の中で、私はこの方の個性が大好きなのですが、大好きなのじゃが、しばらく話していると、同じ口調になるのじゃぞ。好きなんだな、本当に好きなんだなということで。好きなんじゃが、好きなんじゃが、はい、ということで、VTuber のリンネ様からのメッセージ動画、開封していきたいと思います。それではいきますよ。あゆみだな、YouTube 開設1周年、並びにお誕生日。おめでとうなのじゃ。ありがとうなのじゃ。いや、めでたい。非常にめでたいな。ありがとうなのじゃ。あゆみ殿とはまだ出会って日が浅いが、異業種抽選では2度にわたりお声掛けいただき、大変光栄に思っておるぞ。ありがとうございます。いつも企画運営進行を見事なまでにこなすあゆみ殿に簡単の声を上げておる。ありがとう。もはや威風の念さえも抱いてしまうぞ。指定配信者に合わせ、ここにサムネを提供してくださる手腕にはもはやもう神か、神なのか、神じゃないというレベルでありがたい。神じゃない、本当にありがとう。ありがとうございます。そしてこたびは開設1周年お誕生日を祝して24時間配信ということで、非常に長きにわたる配信になるかと思うが、あゆみ殿のパワフルさならばきっと最後まで走り抜けることじゃろう。てくれぐれも体には気をつけてな。またどこかでご一緒できる日を楽しみにしておるぞ。優しい。それではまた巡り合おう。さらばあゆみ殿、最後まで頑張るんじゃよ。リンネ様。めちゃ好き。すごい、すげえな、もうね。なんだろう、なんか不思議な表現になりますけど、動画から溢れ出るいい人さ。
いい人すぎるでしょう。いい声なのじゃって書いたら、いやいい声、いい声よ、しかも本当にもういい声ですわよ、すごいでございますわよ。ありがたいな、本当お忙しいのにと思ってね。どうしてリンネ様好きになった、そう独身ツンデレ大好き、ちょっとなんかあの略し方がよろしくないですか、コメント欄。いやそう優しいお姉さんだった、あのオッケーピッパピッパピッパ、そのおじゃしゃべりで違和感ないのすごいのじゃ、いやそうなのじゃ、そうなのじゃ。あハイブリ押しました、ハイブリ発言します。誕生日で浮かれているあゆみさんが弁当から出てくるところを見ましたので、あゆみさんに投票したいと思います。何何、あゆみさん誕生日、お流れてた、流れてた、今流れてた、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 今流れてた、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 今私ボタン押しちゃったから聞かなかったことにして聞かなかったことにして、聞かなかったことにして全部流れてるじゃん最後まで最後から最後まで流れてんじゃん、誕生日で浮かれてました。いや何も聞いてません。いやいい曲がありすぎた、このまま流しましょう、このまま流しましょう。なんで触ってしまったんだろう。もうでも今ね流れて一緒だ、一緒だったんだ。いいですね。時を戻そう。ここ弁当ないから。あ、ハイブリ押しました。ハイブリ発言します。誕生日で浮かれているあゆみさんが弁当から出てくるところを見ましたので、あゆみさんに投票したいと思います。あゆみさん誕生日おめでとうございます、また遊んでください。はい、ということでもうほぼ2週目をただ聞かすっていうただ2週目を聞かせてしまった。ハイブリさんからもメッセージいただきました、ありがとうございます。追放されてるんです、イジェクテッドです。なんで追放されたねん。いやほぼ全部です、ほぼ全部です、完璧に、そう、宇宙に放り出されたのか、マグマにポーイされたのか、どっちだろうな、宇宙かな。誕生日にな、忖度されないってな、このな。最後の二文字ぐらいで完璧。そう、今流れましたね。さあ、受かりすぎましたかね。リンネ様で踊ってたからな私な。胴上げ大空へ放出、あーそれもねあれですけど、まあ今日もね雨具傘ありますよ、夜雨具傘あるんですけど、雨具傘あるんだけど、今日はでも追放されないからね、今日は追放されないので、そう全然大丈夫だとは思ってるんですけれども、どうなんのかな夜なーっていうね、現実に引き戻されたか、ちょっとちゃんとしっかりしないと私は追放されるんで気をつけねばいかんでございますね、あれでございますけど、とこの時は思っていました。なんでやねんと、この時は思っていましたじゃないよ、じゃあいやそんなことない、そんなことない、フラグじゃない、フラグじゃないですよ、全然フラグじゃない、
これは追放される。弁当ゲーしても追放されない。いや、追放されない。今日の夜は追放されない。と、この時は思っていたのだった。なんでやねん。ああ、さて、まあ、ここまでで、今、もう間もなくやっとって言うとあれですけど、2時間経ちますね。あと、まあ、20分ぐらいはありますけど、っていう感じですが、なんとか巻き返しまして、なんとか巻き返しまして、残りあと、12人ぐらいまで持ってきました。なんとか3時間でいけるんじゃないかと思っておりますが、あ、完全にフラグとか言われてますけど、いや、そんなことないの、そんなことないよ。さあ、今ちょっとどうなっているのかな。私は今ね、追加できたやつが急に増えてないか不安で今確認をして、よし、大丈夫大丈夫、多分大丈夫、今手元も全部大丈夫、 OK ですよ。いやー、盛りだくさんでございますね。なんとかこう時間を私は回収しました。あー、たくさんの方からねメッセージいただいておりましてありがたいんですが、今一度ちょっとね、あの概要欄にどなたからいただいてますっていうのが見れるので、まあ、見ていただくと、あ、この人まだ今からなのかなみたいなのが見えたりするんで、見ていただけたらいいかなと思います。念のため紹介するか、ちょっと待ってね、念のため紹介するかといって、私は今この配信を開かないといけないが、開けるかな、ちょっと待ってね、配信を開くな、な、よいしょ、ほっ、最初開けました、開けたので概要欄が見えます。すごい人数だな。いただいて、まだちょっとね足せてないんだし、モンモンとアマネ君が足せてないんですけど、アキセさん、アキセツサスさん、アサキさん、アサキシキさん、フウジさん、全然紹介してないじゃん。全然紹介してないじゃん。オギノさん、全然紹介してないじゃん。おう、マジか、ほう、全然紹介してないね、全然足らん、全然紹介してないね。で、いちごちゃん、まいまい、琴音様、あ、コンさん、辻あゆみちゃん、リンネ様、なるみ先生、ハイブリさん、ピカさん、あ、本当に紹介してない、あれ、全然紹介できない。羊飼いケイさん、ゆかにゃん、ひるけんさん、むつうさん、伊豆なひよ先生、ゆめさん、そしてゲストに来てくれたジェンガジさん、あれあれ、半分ぐらいまだだな、あれ、半分ぐらいまだやない、これ半分ぐらいまだやね。あれ、あいつ今巻き返したと思ったんだけど、あれ、ちょっと予想に反してまだ全然いていないようです。あれ、半分も終わってない、全然いらっしゃいましたね。なるほど、ほー、じゃあ尺足りるかな、尺マジで足りるかな、へー、ちょっと待ってね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、前前押しちゃった、ちょっと待って、前待って、はい、前前待って、ではですね、誰から行こうかな、じゃあせっかくなので文書でいただきました、文書文書でいただいたので、こちらを紹介していきたいと思います。政治家 VTuber 荻野さんからいただいた文書を紹介していきたいと思います。文書って何になるかと思うんですけど、こちらでございます。すごいしっかりと文書でいただいたので、もうこれなんかね、さすが荻野さん、さすが政治家さん、コメントをいただいたら文書で来たので、もうちょっとそのまま
紹介させていただこうと思ってこのまま持ってきました。アップします。シャキーン、あゆみさんあゆみさん YouTube1 周年およびお誕生日おめでとうございます。ありがとう。異業集中人狼でお世話になっておりますつって、あの銀系 VTuber の荻野みのりです。みのりさんになるのかな VTuber の時。異業種でのアマングアス、あゆみさんにお声掛けいただきまして、おかげさまで大変楽しく参加させていただいております。政治家を人狼に呼び疑い合い殺し合いをさせるというのも自分で言うのも不思議ですが、なかなか面白い取り組みだと思っておりますあゆみさんの素晴らしい発想と行動力の賜物かと思います。またさまざまな企画でご活躍されることを期待しております。あゆみさんの今後のご活躍を記念しお祝いのメッセージとさせていただきますと。いやー、ありがたい、本当にありがたい。ちょっとこれね、もうなんか文章をね、メッセージ、テキストメッセージで、大体何文字ぐらいですっていうやつをご連絡したんですけれども、ほとんどの人が、字の文で来るんですよね。字の文でって言って伝わるかな、ベタ打ちって言えばいいですかね。で、こう、書かれているんですよ。そのまま、だから返信でこう来るって感じかな。いう感じなんですけど。わざわざこうファイルが来て、そんなご丁寧にみたいな、ありがたい。開いたらこちらの文章が入ってて、我 PDF にしましょうこれはこのまま紹介してもたない、我 PDF にしてこちらで今掲載させていただいております。いや、でも文章も本当にしっかりされていてさすが政治家さんっていうのがここで見れましたね。我 PDF にしました本当にしっかりされてると思って、これはちゃんと文章化しなきゃっつってなって貼らせていただきました。すごいねそう、電報かなみたいな、祝電かなみたいな感じですけども、本当にお仕事できる。これてん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 。すごくないですかこれいや、なんかありがたいなと思いながら、お忙しい中申し訳ないなと思いながらそうお願いしたんですけれども、さすが議員ご紹介させていただきました。ありがたいすごいね、お手本のような祝電つってセルフビバルディいやーねえ、いや、これ監視カメラで見てるんだろうねプリントアウトして飾りたいプリントアウトして飾るの、飾るものいっぱい増えちゃう。モンモンのアクキーと、いちごちゃんのやつと、シュッチさんの顔写真と祝電24時間終わる頃になんかお祝いの何か、24時間テレビみたいなファックスが山ほど貼ってあるみたいな感じの壁になってしまいそうですけど、いやーね、大人になりたい、そういう文章が書ける大人になりたい、わかるわかる、しっかりしてる、さらっとああいう文章が書ける大人になりたい、そういうものに私はなりたい。桜吹雪のはい下が引っ張るな引っ張るよ引っ張るよ引っ張るよ、ちょっと待ってね。じゃあ続きまして、どうしよっかな、今文書だったから流れで文書にしよっかな。じゃあ芸人さん、さんからのメッセージを紹介していきたいと思います。あ、ハイブリ押しました、ハイブリ発言。
お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。ハイブリさん流れてる？ちょっと待って、嘘嘘、ちょっと待って、落ちたなんで、なんで流れた、ごめん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 、なんで押しちゃうんだろう、なんか押せるボタンがあるのかなあれあみさんからの異業種中人狼参加のお誘いをいただけたおかげで苦手だった人狼系ゲームが少し上手くなりました。苦手な感じしないんですけどね、その後も呼んでいただき毎度楽しくアマースできていることにとても感謝しております僕がアマースに参加している時、あみさんはいつも真っ先に疑われている印象がありますので嬉しくない、それはむしろ人望が厚いからこそ狙いをつけられているのだと感じます。いやそんなことないですよ、多分怪しいです。ただ、これからも楽しく明るく楽しく疑わしく活動していくあみさんを応援させていただきます。ぜひまた人狼してくださいと。改めましてお誕生日おめでとうございますありがとうございます。おじさんからのメッセージをいただきましたいやありがたい。いや関係ないと思うんだよね、人望が厚いからじゃないですねこれね、全然関係ないですね、多分怪しいんでしょ多分怪しいです、単純に怪しい。いやということでございまして、富士さんありがとうございます。なんかね、そう何度も言ってますが、やっぱりこのなんだろう、ゲームがなかったらなかなかつながれなかったご縁のうちの本当にお一人でご一緒できるのもありがたいなと思いつつ、富士さんの一番最初にご一緒した時かな、なんかリアクターで目の前でキルしたみたいな話があったりとかしましたけど、でも本当にね、あの芸人ギルドとかの方でもなんかね、あの漫画アース皆さんでやられてる動画を拝見したりとかあのしたりしたので、でその中で富士さんにねあの声かけさせていただいたところからのご縁が始まってるんですけど、全然ね人狼系苦手だっていう感じしなかったんですけどね、全然そんな印象が私の中ではなく、そう苦手っていう印象はなく、そう上手だなと思いながらいつも見てるんですけどね。でもふうさんのせいで私一回負けた回がなんかありましたので、またそれは忘れない忘れないですね。あゆみさん今ベントで移動したってスナパイさんから言われた回、あの富士山が実は移動してたのを私はもう絶対に忘れないのでそう絶対にそこはね、えそらさん、あ本当だ、そうそこはもうちょっとねそれはね、あの松台まで行っていきたいと思いますよあまたちょっと富士山いっぱい遊びたいと思います、ぜひよろしくお願いします、ありがとうございます。はるか、そら先生が今、コメント欄にいらっしゃいますか？届いていますか？私の声が。みんながそらさん、こんにちはーつって。そらさん、こんにちはね、荷物チン。誕生日おめでとうございますをいただきました、ありがとうございます。ネットつながんなくて今回参加できなくてごめんはい、いいのよいいのよ、全然大丈夫ですよ。いろいろねどうかなって聞いたんですけど、ネットつながんないから無理っつって残念っつって、そっかーっつって、また誘います言って終わりましたね
残念。また遊びましょう。いつかいつか遊びましょう。そう、携帯からの電話でもつって、今さすがにちょっと生存確認つって、それは仕方ないつって、さあどうやって放送見てるんだ、携帯じゃないかな。またよろしくお願いします、こちらこそ。ありがたい、いつも仲良くしてくれてありがとうございます。ふふって笑っちゃう、いつもご飯に行ってくれてありがとうございます。ちなみに今開通したで間に合ったんじゃん。間に合ったんじゃん、おめでとうございます。開通間に合ったんやないかい、残念でしたね。じゃあね、まあ今度、あ、明日マリカやります。明日マリカやります。ひどい。明日マリカはね12人までできるんですよ、ソラさん。あと2人だったらあれですから、よかったら来てね。ひどい。さすがに今日はね無理なんでね、今日明日は無理なんであれですけど、また別日に遊びましょう。えって。いいよ、無理しなくていいよ。また今度遊びましょうね。ハーンハーンって何。どっちなんだこれ、押せば落ちるのか、押せば落ちるのか落ちないのかがちょっと反応でわからないな、このちょっと押せば落ちるのかわからないからやめとこう、ちょっと無理はしない。ハーンってどっちだ。ハーンがわかんない、ハーンってなんだ。私は陰キャなんで押すのやめます。また今度ね。また今度遊びましょう、よろしくお願いします。はい、そんな感じで。そらさんもありがとう。そらさんありがとう。では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 、今富士さんをご紹介したので、富士さんをご紹介したので、でどうしようかな、秋瀬さんの動画の紹介をしようかな。よし、ちょっと流しますね。秋瀬千里さんです。皆さんこんにちは、日本プロ麻雀協会の秋瀬千里です。イエイ。あゆみさん、本日はお誕生日 YouTube1 周年記念おめでとうございます。ありがとうございます。初めてあゆみさんに出会ったのは今年の1月で、私が YouTube 始めたばっかりの右も左もわからないひよこの時でした。異業集中人狼という素敵な企画に呼んでいただいて、こうやってあゆみさんと関わることができて本当に嬉しいです。ありがとうございます。当日までの準備とか周りへの気遣いとか、本当すべてがすごくって、申し訳ない。最近私自分で主催とかやり始めてるんですけれども、その時のことをいろいろ思い出して、あゆみさんの凄さをこう、いやいや、自分がやるたびにひしひしと感じて、いやいや、申し訳ない、こっそりと目標にさせていただいてました。それ多い。あゆみさんの姿を見ていて、私も企画とかもっと頑張りたいなっていうふうに思うことができて、実はすごい見えないところであゆみさんの姿にすごくいっぱい背中を押されていました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。こちらこそ。今度はですね、私があゆみさんをお呼びできることを目標にできればと思っています。いつでも行く。そして微力にはなりますが、これからも あゆみさんの活躍を応援させてください。ありがたい。では改めまして、あゆみさんお誕生日 YouTube1 周年おめでとうございます。ありがとうございます。今年1年間あゆみさんにたくさんの幸せが訪れるよう心からお祈りしてあります。ありがとうございます。めっちゃいい人。めっちゃいい人なんすよ、本当に。麻雀対決負けるに決まってんの、プロだぞ。プロだぞ。あかん、麻雀対決
何でもいいから1000点でもいいから勝てたら勝ちだったらやる1000点で勝てて1000点でもいいんだったらいい、そんでぐらいのハンデだったらいいんですけど、めちゃめちゃいい人。そう、あのね、さっきね、あの通話であのご一緒させていただいた神宮寺さん、あ、いらっしゃるじゃないですか、神宮寺さんのアマース部でいろいろ活動をされてて、アマンガースのね、ゲーム配信をされてて、でその中で何だろう、多分ほんと初回とか、なんかアマンガース動画を私山ほど見てるんですけど、でアマース部の動画をこう見ていた中で、なんだろう、その時にね、マージャンの、その時にたまたまいらっしゃって、わっ、プロ雀士の方いるんだ、すごいと思って、その別にね、こう活動されていて、まあ、本業というか本職がある方から、そのまあ本当に配信をメインにされてる方だったりとか、まあいろんな方が遊んでるんだなみたいな、え、雀士の方一緒に遊びたいみたいな、私のこのフラチな気持ちからお声掛けして、すいません、よかったらって言って、私が正面突した秋瀬さんなんですけど、配信でもね、なんかあのよく私見に行くんですけど、なんかなんだろう、こうなんか焦ってる姿が非常に可愛いあ、どうしようどうしようみたいなのをね、常に声に出してくれる、本当に実況向きのお上手な配信をされているので、そう、見に行くととっても楽しいですよ。プロ雀士に脱がされる脱衣麻雀はここですか？それはね、もうすっぽんぽんになりますねそれはすっぽんぽんになるでしょ。雀士と脱衣麻雀なんかしたらもうすっポンポンですよ。スポポンスポポンスポポンですよ。あかん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 。ちょ、なんか麻雀知らない人とやりたいだったらやってもいいかな。麻雀知らない人と脱衣はいいかな。私服着ていられるからな。ちょっとプロの方とはちょっといけないんじゃないかなと思いますけどね。それを S さんに書いてもらうのですね。全部ガッチャンしないの全部別、全部別の人、全部別の人、脱ぐものなくなりそう辛い、それも。はい、ということで、秋瀬さんもありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録とか、あのツイッターのフォローとかしていってください。そして続きまして、音声メッセージいこうかな。むつさんのメッセージを紹介していきたいと思います。いくよ。あゆみさん、 YouTube 開設1周年、そしてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。噛みまくってですね、テイク4なんですけどもこれが読まれてるのはね、おそらく誕生日の1日前だと思いますので、正確に言うとちょっとフライング気味ではありますが、まあめでたいんでね、あのせっかくなんでお祝いさせていただいたということで、皆さんはじめまして。この間のあゆみさんが主催していただいた異業種中人狼、シャープ6でお世話になりました、むつと申します。普段は TRPG 配信とかゲーム配信をですね、 YouTube の方でやらせていただいてるんですけれども、はい、まあそのちょうどなんだ最近なんですよね。そのあゆみさんとお知り合ったのは最近の分際で、あの非常に恐縮ではあるんですけれども、そんなことないですね。まあ私、うん、結構活動歴がね、私事ながら結構長いんですけども、はい、こうやっぱりあの内々にこもってしまうんですよね。あのどうしても自分の殻にこもって配信をしてしまうので、今回そのあゆみさんからお声掛けいただきましてですね、あのいろんな異業種の方集まりまして、こうやってアモンガースというゲームはですね、僕みたいなあの1階の人間はいくら頑張っても一人でできるゲームではありませんで、あのこうやってお呼ばれして初めてできるということで、しかも異業種の方にお声掛けしてね、もういろんな界隈から集めてっていうのは本当にすごいなと本当に思いますし、その中で
あの僕にお声掛けいただいてこう殻の外に引っ張り出してくれたことにはですね本当に感謝しております。あの本当にあゆみさんの何でしょうね、コミュニケーション能力、いや低いよ、のえぐい感じ、低いよ、えぐい感じがすごい本当にそんなことない、ありがたかったです、呼んでいただいてありがとうございました。あの今後もですね、あのぜひぜひあの企画に呼んでいただいて、ぜひぜひ一緒に遊ばせていただければなと思いますけれども、ぜひぜひあの知り合いになったタイミングが非常によく、こうやって誕生日と YouTube 開設1周年という場に一緒にこう、祝辞を述べさせていただくことができて大変光栄でございました。あゆみさん、改めておめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。普通でした。バイバイ。ありがとうございます。普通さんでした。いやーねえ我々が言いたいことをありがとうございます。そんなことない、そんなことない、コミュ力はないっすよ。えぐくはないと思いますけどね。いやーありがたい。用心でね、それこそご一緒させていただいて、 TRPG ではもう神様のような人ですよ神神神、もう神様ですよ。 TRPG もそうですし、まあ、あとね、あの普段とかマダミスとかね、あのその何関係って言うの、謎解き関係違うな、ちょっと TRPG 関係でいいのか、まとめちゃって、はい、とかね、あのよくやれてたりとかするんですけれども、なんかね一緒にね遊べたらなって思って一緒に遊べたらな、アマンガスやりませんって言ったたらいいよって言ってくれた、なんて優しいんだみたいなね感じでね、ほんといい人が多いですね、恵まれております。異業種宇宙人狼という企画が本当に、あ、ベイブレードの一種は確かにそういう方もいらっしゃいますね。そのだからね、なんかこうさらっと声かけて、本当になんかね、まあなんだろう、その企画をするときに、なんか他にもこんな方いますよとか、こうですよああですよとかっていうのをなるべく情報を渡して、あ、まあ、その出演する判断材料って言えばいいですかね、判断材料を渡して、誰々がいますとか、何時からですとか、こういう内容です、やっていただくことはこうですっていうのもなるべくまとめてからオファーをするんですけど、本当にね優しいなって思うな。むつさんとか、まあ、他の方ももちろんいらっしゃいますけど、なんか二つ返事でいいよって、じゃあこの日みたいなまだ説明してないみたいな状況でもね、こうおっしゃっていただいて、だからそれでねこうご縁できて楽しいなって思ってます。だからなんかこうメッセージ送るのもなんか忙しいかなって思いながら、連絡していいかなと思ったんですけど、ちょっとよかったら、それこそ2つ返事で必ず出しますみたいな、ありがてえ、いつもありがとうって、本当に心から思ってありがとう、忙しいのに。そうだね、なんかねお誘いしやすいですよね、そういう方ね、つい甘えてしまう、じゃあ次もみたいな感じになっちゃうんで、こうね甘えてはいかんいかんと思うんですけれども、甘えたくなってしまう方が多すぎて、業種もうありがたいでございます。出口さんも、出口さんもそろそろって、ね、そろそろやらないみたいな、はいつって、そうしましょうつっていう話とかねしたりとか、いろいろ時期とかもね考えてるんですよみんなね。はい、ということでございまして、むつさんもありがとうございました。さて3時を回りました。さあ全部のメッセージが間に合うのか、ここで何枠にしよっかな。よいしょ。癒し枠と言っていいのかあれですけど、ゆずのひよ先生からのメッセージを紹介していきたいと思います。ハッシュタグあゆみ 24H をご視聴の皆様こんにちは、イラストレーターのゆずのひよと申します。かわいい、もう文字がかわいい、かわいいひどい。この度はあみさん YouTube1 周年、あとお誕生日誠におめでとうございます。パチパチパチ、もうかわいい、パチパチパチ、かわいい、そういうこういう時ってどんなコメントがいいのかなと考え、ド定番ではありますがあみさんとの私の関わりをちょっとお話しできればと思いました。ありゃ、
最近のマンガスコラボから知っていただいた方からするとゲーム上のつながりのみと思われているかもしれないのですが、そうではないのです。そうなんです、アミさんとはみのりという美少女ゲーム会社で同じ作品に関わっておりまして、私が原画を担当した作品のすべてのエンディング曲を歌われているんです。そうなのです。なので実はみのり枠の中では私たちはほぼ同期ほぼ同期だと思っております。私はキャラクターの現場が、あみさま歌という違うジャンルではありますが、数年にわたり何作も一緒に携われたことは私にとってもとても光栄なことです。いや、こちらこそ。そういうご縁から始まり、今ではマンガースをお誘いいただく中になれたことが本当に嬉しく思います。私もインポスターでバシバシキルしていく姿もかっこいいですし、個人的にはホラーゲームの時にビクビクしている姿も好きです。あれをちょっと忘れてほしい。オスマファビアとかニヤニヤするからみんな見てね。見ないで大丈夫。今日はこのメッセージコーナーからスタートということで、この後の1時間この後の時間も、どうか無理なさらず、そして一番あゆみさんにとって楽しい時間となりますよね。それではあゆみさんも YouTube ますますのご発展を祈りつつ、次の方へバトンタッチ。かわいい、かわいいな。ハバタキみのり組ですけれどもね、そう2人はみのりのつながりって書いてそうです。だからね、初めね、アマンガス、私なんて書いたんだっけ、あの時アマンガスやりたい、やる人みたいな感じでこうやったのかな。だからひよ先生がやりたいですって連絡くれて、マジで言ってる、ひよ先生やってくれるんですか、やりますやりますみたいな、そう、あ、やりますやりますみたいな。でご一緒させていただいてからもね、もういっぱいご一緒してる。ひよ先生好きすぎてめちゃめちゃ呼んでしまう。そうそうね、本当に可愛らしいお声で、可愛らしいイラストを描かれる上に可愛らしいお声で、惨殺していくというですね。結構そのギャップもいいですよ。びっくりするぐらいキルしていくっていう殺意の高さがよりいいでございますよ。さすがだなと思いながら見てますけど、そう、恐ろしい。そこが魅力なのかなと思っておりますけど、怖って感じ。かわいい殺意。殺意はね、殺意はかわいいに入るのか、殺意は結構ね、マシマシマシなので、結構マシマシマシなんでね、なかなかこう。でもかわいい、あ、そう、でもかわいい、でもかわいいですよ、はい、殺意がね高いんだよな、とっても高いんですよね。あそこが魅力だと私は思ったりとかしますが、はい、ひよ先生、いっぱいイラストも描かれていらっしゃいますし、お仕事情報とかも見ていただいて、ツイッターとか行くと、ちょっとセンシティブな、ちょっとセンシティブな絵もちらほら見えるんで、年齢だけ気をつけていただいて、ツイッターのフォローとか見に行っていただけたらいいんじゃないかなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、みのりありがとうございます。1枚目のアルバム貼ってくれてる、この後きっと2枚目のアルバムを貼ってくれるんだな、浦さん、ありがとう。本当にありがとう、優しみ。はい、そして続きまして、じゃあ琴音様からの音声メッセージ聞いていこうかなと思います。琴音様のメッセージです。どうぞ。あゆみさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。私は ASM 音声作品などで声優として活動している琴音アルハと申します。琴音様、昨年YouTube で開催されたあゆみさん主催の美女芸大テトリスさんに参加させていただいて、今年はアモンガスも一緒に遊ばせていただきまして、はい、本当に楽しかった、ありがとうございました。こちらこそ。
私にとってあゆみさんは商業作品の主題歌などたくさん担当されていたり、ちょっとね、ラジオのパーソナリティなどもやっていてちょっとね、なんていうかこう雲の上の存在だったんですけど、いやそんなことない、こうやって YouTube を通して一緒に遊んでいただいて、なんかねもう本当いい時代になったなとSNS 素晴らしいなと、ね、思っている次第でございます。ありがてえ。これからも素晴らしい企画楽しみにしてますので、ね、そしてあわよくばまた参加させていただければ嬉しいなと思います。ぜひぜひ。どうも人数合わせでももう取り合いはしょうがねえな、呼んでるかみたいな時でもいいので、ぜひぜひまた遊んでください。最後になりましたが、2日連続12時間配信ということで、多分この企画が配信されている時間は始まって少し経ったくらいので、これからまだまだ長いと思いますが、だいぶ経ってしまった。お体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。では改めましてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。琴音アリハでした。ありがとうございます。琴音様からメッセージをいただきました。そしてここでひよ先生からなぜかスパチャをいただいております。ありがたい。嘘やんありがとうございます。ひよ先生、これからも殺意高めでいくので殺意マシマシなんじゃよな。え、お姉さんありがとうございます。なんかすいません、なんかこの身内からのスパチャが多いのがちょっと申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。ありがたい。祈り勢よろしくねって言っていや、ありがとうございます。ありがたいです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。イエスナヒヨ先生、本当神絵師なんで、神絵師なんで、みんなちょっとマジでフォローしてください。よろしくお願いします。殺意マシマシスパチャって書いてある。スパチャまで殺意があるの？恐ろしい時代やねそれはちょっと恐ろしいでございますけど、ヨ先生もありがとうございます。そして琴音様ありがとうございます。いやありがたいですよ。こちらこそですよ。この時代で良かったなと思うことがいっぱいあります。なかなかこうね、なんだろう、ゲームとか、まあ、配信とかがなければこうお仕事になっちゃうんですよね。この同業種、例えば、まあ、声優さんとか、まあ、あと歌手の方とかってなると、まあ、お仕事でご一緒するしか機会がないので、なかなかこうジャンルが違うとご一緒しないんですよね。ただそれをこう、まあ、ゲームで遊ぼうよとかっていうのとか、まあ、あと SNS でね、これやりたい人募集って言って乗ってくれたりすると、まあ、ご一緒にできるので、普段だったら一緒にこうなかなか一緒に遊んだりとかっていうのができない人たちが一緒にこう遊べるっていうのは本当にすごいありがたい時間をいただいてるなと、こちらこそ思っております。本当にテトリスの時に琴音様がやりたいですって言ってくれたのがめちゃめちゃ嬉しくて、ありがたい。え、琴音様いる？あ、本当だ本当だす、琴音様、いやありがたい、ありがたいなって思ってます。今ちょっとどこまで話した、ありがたいなって思っていますだからなんかそれからね、アマングアースをなんかやろうと思ったけどやれなくってやれなかった時があって、なんかちょっと企画がねなくなっちゃって、一緒にやりたいなって言ってたんだけどやれなくなっちゃって残念に思ってたのがあったんですよ。 2月か3月ぐらいに。でそれを踏まえ、アマガスやりたいと思って声かけちゃうこの前なんかちょっと声かけていいのかなとか思いながら、そう声かけさせていただいたりとかして、本当にそれもご快諾いただいて、いい時代だなってこちらこそ思いました本当にだからなんかこうね、アマガスがね、さっきがね10人でとてもいいゲームだなって言ってますけど、10人って本当いいね誘いやすいよね、
なんかねこうちょっともしよかったらって言いやすいし、なんか人数合わせなんて全く思ってないので、普通にガチで最初から来ていただきたい、ガチで最初から普通に遊びに来ていただきたいなって思ったりしております。そんな歩みですはい、ということで、なんかありがとうございました。琴音様もありがとうございます。めちゃめちゃありがたい、ありがてえありがてえな。続きましてですが、ちょっと同じくじゃあ生産つながりで四季さんのコメント、テキストメッセージいただきましたので、こちらもご紹介していきたいと思います。いくよ。あゆみさん、 YouTube1 周年そしてお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。初めてあゆみさんとお話しさせていただいたのはネトラジさんにゲスト出演させていただいた時なのですが、気づけば3年近く経っていましたそんな経ちましたか。当時はスタジオ収録もほとんどしたことのない状態、かつ人見知りで本当に緊張していたのですが、あの時すごく優しく接していただけたおかげで、いやいやいや、今では少しずつではありますがスタジオ収録に慣れたり、おお、他の声優さんとも話せるようになった気がします。本当にありがとうございました。よかった。最近では、アマガス等にも呼んでいただき、たくさんの方との声もいただきました。未だにコラボでは緊張しますが、今後もいろんなゲームで遊んでいただけたら嬉しいです。拙い文章で恐縮でありますが、これからもどうぞよろしくお願いしますといただきました。かわいい、もうありがたい、癒し。3年経ったかネトラジ3年経ってる。そうだね、3周年って言ってたもんね。あー、しきさんもいるし、ありがとうございます。3年経ちましたか、私たちなんだ私たちってあれですけど、そんな経ちましたか。いやー、なんかスパチャスパチャ申し訳ないって、やめてもろて完璧なタイミングでナイスパッツいやー、そうですよ。で、あさきさん、そう、今しきさんってね、いつからか私はしきさんって呼んでますけど、最初はねそれこそあさきさんってちゃんと呼んでて、今は何なんだ、ちゃんと呼んでて、忘れもしないテトリスのね、去年の夏テトリス大会あった時にあさきさんがねこういて、何ランキングのとこにタイマニンかなってあさきさん、あさぎしきさんがあさぎさんだと思います、あさぎさんっていう名前だけを見て、脳死ですよ、脳が死んでます、脳死の判断でタイマネンかなつってバナナぐらいの感じでタイマネンかなって言ってから全てが狂い、あさぎ式ですって言われた時の心臓が凍った瞬間、私は忘れません本当に忘れません。背筋凍りました本当にバナナって言ったの本当まで、もう申し訳ないでもその時からちょっと仲良くなった気がしますタイマニン事件なんだなこれが俗に言うタイマニン事件であるみたいな感じ本当にね、申し訳ない気持ちでいっぱいなんですが、今こうやって一緒にいっぱい遊んでくれて嬉しいですIQ さんですよ、本当にそう、そしたらね、次の日の本番のテトリスではタイマニンって書いてあって、いやもう本当に申し訳ない、ほんと申し訳ないみたいな、死ぬっつってありだからやったのを忘れません、もう忘れませんですけど、忘れたいです、あれちょっと忘れたいの申し訳ないですけどね、はい、その部分後で見返しに行かなきゃ、今見返さないで、ちょっとあれも思い出したくない、思い出したくないな、はい、という感じでございまして、いやー、本当ちょっとね、本当に申し訳ない、
申し訳ないことしてる人ねいっぱいいるんですよ。私本当に申し訳ないよ、すいませんでした本当なんでそうなんじゃろうなって思いながら、でも変わんないからな、なかなか人はなあさきさんの YouTube チャンネルも貼っていただいた、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、登録をしに行ってください、よろしくお願いします。そして、他にも紹介していきます、他にも紹介していきます。どうか、お、じゃあこの煽りをする、あ、放ってるわけじゃないけど怒られるかもしれない、イケメン配信者でおなじみのみんながイケメン配信者と呼ぶあの羊飼い K さんから動画をいただきましたのでご紹介していきたいと思います。羊飼い K です、イエーイ、 K さん、パフパフ、あゆみさん誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。あゆみさんとの出会いはもうすごい衝撃的な出会いでああなってこうなってね、ああなってこうなってね、ってもすっごいもう、あ、そう、ただただすごいことが起きて、ええ、一緒にあの異業種アンバースっていうので、ええ、ご一緒に遊ぶっていう仲になって、もう本当にすごかったんです、ええ、もうあのなんだろう、ギュッて敷き詰めると、うん、もうなんか3秒ぐらいの出会いなんですけど、うん、早い、うん、すごいあのいい出会いでした、はい、で笑ってるやんけ、あのなんとね今日はあの調査兵団です謎のはい、あの こんな感じの人違い系です、あの誕生日おめでとうございます、これからも一緒に遊びましょう出会って3秒でですよ本当にいやー、出会いは衝撃的でしたかねそうかな、そうかな、出会いは衝撃的だったのかな、まあ衝撃があったのかもしれない、確かに出会って、そうね、出会いね、衝撃的だっていつ3秒でまとめられてしまうっていうね、短いやないかいみたいな感じなんですけど、ケイさん本当にあの前回の異業種にちょっとようやくようやくご一緒できまして、やっとねあの遊ぶことができてありがたいなほぼ笑ってましたつってそう、あ、ゆずめチャンネルもありがとうございます。そう、やっとって感じ、私からするとね、やっとなんですよね、やっとご一緒できて、まあなんかこのタイミングでお声掛けしたいなっていうタイミングはいくつかあったんですけど、なかなかちょっとねご一緒のなんかタイミングが合わず、まあ私が悪いんですけど、タイミングが合わずで、あの前回やっとご一緒することができて、まあいろんな話をしご一緒できましたと、ようやく、そうなんでね、あのこれからもいろいろ遊んでいきましょうみたいな話を、まあ、させていただいておりますので、まあ異業種もそうですし、なんか別でも遊んでいけたらなとか、あのこっそり思っておりますので出会って3秒がそんなにあれな感じ、そうぜひぜひやれたらな、なんかいろいろ遊んでいきたいなとか、あとなんか企画したいなとかもこっそり思ってます。そうなんでこれからもいろいろお名前を見かけることがあるかと思いますが、ぜひぜひよろしくお願いします。リエンジェルさん絶対追放するマンというイメージがわからなくないんで、わかる、そうね、わかるよ、わかるよ、濃縮還元ですね、いいな。そう、 YouTube チャンネルもありがとうございます。それこそ本当にあの、まあ、人狼系の配信者って言っていいのか、なんかもしかして失礼というか、なんか配信者ではないですっておっしゃるかもしれないですけど、本当に人狼でこうメインでやられているという私の中でもこう印象があって、アマガースもそうですし、ね、あのそれこそ最大トーナメントとか出られてたりとかするので、まあ、そっちの方もね、ぜひチェックしていただけたらなと
思ったりしております。あ、ツイッターもありがとうございます。さあ、さてさて、あ、30分を切りました。30分を切りましたよ。30分を切りまして、残り2人合ってる、残り2人で合ってる、合ってるかい合ってるかい、合ってるかい、はい、ということでちょっと残り2人を丁寧に紹介していきたいなと思うんですが、ぴったりに収まるといいな。同じくじゃあ実況者、あと残り実況者さんが揃ってるのかな。まあ第1回の時から本当にお世話になってます。異業種の企画を立てる時からもお世話になってます、ピカクロスさんからのメッセージをご紹介します。どうぞ。あゆみさん、お誕生日およびYouTube解説1周年おめでとうございます。ありがとうございます。人間どのように縁がつながるかわからないものですが今後にもあゆみさんと知り合いになれ、異業種宇宙人論などの企画に参加させていただけたこと、そしてお祝いの瞬間に立ち会えたこと、とても嬉しく思います。ありがたい。大事な面談の大変な言葉は多いかと思いますが、あゆみさんの明るさでこれからも爆心していっていただければ幸いです。 PS、 また宇宙人、異業種宇宙人論でも何でも企画にお誘いください。ありがとう、ピカさんピカさん、ありがたいです、本当に。いやー、あ、邁進あ、邁進、邁進していただければと思いますっていただきました。ありがとうございます。爆心じゃなかった邁進ね、邁進ね、大変接写した、丁寧に紹介とは丁寧に紹介とは何だったんだろうごめんなちゃいごめんなちゃい。はい、ということでピカさんありがとうございます。まあ、前にもちらっと話してると思うんですけど、異業種宇宙人論を作るときに最初にご相談した方ですそうで、まあどういう方をこう揃えていくだとか、まあなんか企画に関わることも相談させてもらったりとかね、それこそね、実況者と歌手声優絵師の配信のコラボだったりとか、まあいろいろ本当にもうおんぶに抱っこでいつもありがとうみたいな感じで爆心腐ってみた、爆心のこと忘れて、はい、だからね、まあちょっとなんかいつも本当にお世話になっておりますっていう気持ちでいっぱいでございますが、でもなんかなんだろうな、これからもいっぱいお世話になる予定なのでひどい、お世話になる予定なので、ピカさんのチャンネル登録とかしてもらえたら嬉しいですそう、チャンネル貼ってくれてありがとうございます。本当に楽しんでってねって感じですね。そう、ある意味爆心してるんだけど、爆心の件は忘れてもろてなんだけど、本当にさあ次でラストのはずなんですが、ラストで合ってるかの念のため確認をします。多分合ってるよね。紹介した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 、よし、 OK。 じゃあ時間バッチリですね時間バッチリでございますね。じゃあ最後に、もう私このメッセージを見た時にね震えた。一応事前にね、なんかなんだろう、例えばエンコードの段階の何かがあるかもしれないからとか全部見させていただいたんですけど、このメッセージを見たら震えました震えました。往年の歩みファンは震えると思います私と同じで気持ちで震えてもらえたらいいなと思います。それでは実況者配信者さん、からスナパイさんからの動画メッセージを最後に見て、辻川慶です。あ、なんでなんで、あ、びっくりした、びっくりした、パフパフ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。あ、だ、そういうことか、これで開いちゃうんだな、なるほど、最後に分かった今トラップが遅えな、遅えな、なるほどね、
なるほどね、これオフにしてからページを変えないと開く、なるほどね。ということでございまして、スナパイさんからのメッセージを最後に見て終わりたいと思います。スナパイさんお願いします。あゆみちんお誕生日、そして YouTube チャンネルの1周年おめでとうございます。スナパイと申します。アマンガスという幾重にも連なる宇宙の彼方で異業種宇宙人狼という企画に呼んでいただきましてありがとうございます。この宇宙人狼という終わりなきゲームでインポスターの赤い文字が紡ぎ出した二人きりの広い世界で遊ぶのはとっても楽しいです。気づくかい。大胆に駆け出す銀河のキャンパスは海よりも深くて宇宙より高いあの場所でもっと歩みちんに会いたいです。しぶきがマイナスイオンを満たす中、隣のおじさんおばさんも同じ時間生きてるんだって思うとイクセンの夢をキープオンドリーミングザワールドイズフォーユーって気持ちになります。これからも動き出した時の中を進み続けてください。最後になりますが、花よこよみの上では桜舞う春の季節となりました。お体には一層ご自愛ください。今度ご一緒しました際にはぜひバウムクーヘンを一緒に食うへん。スレイブオブラブ。はい、スナパイさんからのメッセージでした。気づきましたか、あゆみの楽曲がこの中に何曲入ってるか気づきましたか。最初に気づいたのどこだろうな、キープオンドリーミングぐらいから気づいたから。そう、さっきね、あのテクノウチさんいらっしゃいましたけど、テクノウチさんとかね、あのもうね作曲家でこう一緒ご一緒にさせていただいたりとかもしてるんですけれども、柳さんもいらっしゃいましたけれども、まあ、いくつかね、何人かの作曲家の方とこう今まで、紡ぎ出した紡ぎ出した時の中を、いやーもうね震えたよね。震えたよね。いや多分ね、もう最後は分かるように分かるようにこう簡単にしていただいてるんですけど、だよね、君は何曲分かったかなって感じで、も多分10曲ぐらい入ってたもん。だって頭からそうだもん、隣にいるおじさんおばさんだっても入ってるでしょ。だってね、ふわーふわー、だってさ、これさ、ちょっと私のパイさん何度も何度もごめんねなんですけど、だってさ、いやマニアックなんですよ、選曲が。選曲がマニアックなんですよ。だってさ、銀河のキャンパスは海よりも深くて宇宙より高いあの場所で、ちょっと待って、ね、しかもね、そう、これしぶきがマイナスイオンを満たす中ですよ。これね、マニ映画あるですよ。マニアックだな。だってもうスモモのカップリングですよ。だって妄想ブレイクのカップリングだぞと思って震えたよね。少しずつ分かりやすくなってくる。最初んなんかんふんふんってなって震えるって、妄想ブレイクのカップリングだよ。だって大胆にかけたすで、これ歌っちゃダメだ、アイドルキッス無敵キッスだからね。そんなとこから持ってくると思って、そのあとこれだってさ、もう全部開いてきますけど、キープオンドリーミングどこ行った、キープオンドリーミングか、夢をキープオンドリーミングザワールド、ここだよね、キープオンドリーミング、留学ジャーナルだよ。そう、チョイスが渋い。チョイスが渋い。いや、深い愛を感じました。もうね、
震えたもん。とも、なんか出ちゃったもんね。なんかサブボロ出ちゃったもんね。いや、すっごいありがたい、すっごいありがたいんだけど、なんだろう、この歌手で会ってないから、この歌を聞かれて、この歌詞を見られて、この全部こうの、だって歌ってるってことよね、もちろん歌を聞いていただいてるってこと、なんかちょっとこっぱずかしくてさ、震えちゃうよね。震えちゃったよね。もうね、ありがたいです、ありがたい。ありがたいんですけど、もうなんか動画を見た後のこの硬直がやばかったです。いやー、こう最後に音をお届けしようと思って、銀河とか言い出すからって思ったでしょ。そう、銀河のキャンパスにですよ。いやー、ありがたい、ありがとう。ありがとうなんですけど、何を知ってるんだ。ウォーンってウォーンってなってる。いや、網羅されすぎって言いますけど、でもだってこれ一行ごとに出てくるからね、本当に。そう、気づいた瞬間、え、どこからってなりましたでしょ。そうです、そうです、そうです、そうでしょ。どっから、どっからだか教えてあげよう。だって、まず私最初のあゆみちんで、あゆみちんって呼ばれたことないなと思った。あ、こっから、こっからです、こっから、という幾重にも連なる、そう、ここから、もうこっから歌詞です、全部。こっから全部歌詞です。え、オリヒメさん、アイビーさん、アイビーになってる？本当？いや、そんなことないよ。スレイブオブラブ、そんなことないでしょ。スレイブオブラブは違うもん。え、アイビーじゃないでしょ。え、ちょっと待って。え、そんなとこまで？時系列？これ。これ時系列ですか？まあみんな。多分あとこれはね、なんかこういうのワクワクしちゃう浦さんとか昨夜ちゃんとか、なんかあのいろいろね、いろんな方がこう、何の曲が入ってるんだみたいな、スナップ以前のやつ何の曲が入ってるんだの考察をしてくれると思うので。あ、なんとなく時系列になってる。マジか、マジか。という幾重にも連なる宇宙の彼方で、異業種宇宙人狼という企画に呼んでいただきまして、マジか、そんなとこまで気づかなかった。この宇宙人狼という終わりなきゲームで、終わりなきゲームって、だって私ゲームスタートだと思った。違うのか、そうでもないの。赤い文字もだってあれでしょ、あれだと思ってたけど、春嘘だと思ってたけど、そうじゃない。ちょっと待って、もうこれ後で多分浦さんがちゃんとしっかり全部ブワーッつってやってくれ。いやー、本人 VS ファンの記憶力大切、その通りです、その通りです。はい、なんでぜひちょっと、まあこんなになんか恥ずかしい気持ちが8割あったけど、ありがたい気持ちももちろん8割あって、全部で何割やねん。なんだろう、なんかこう自分でこういうのもこっぱずかしいんですけど、まあコメントいただいた皆さん全てが愛されてるなって感じました。そう、ゆみカルト化すクイズ、そうで、カルトクイズ化してるね、本当にね。いやー、なんでちょっとありがたいなと思いました。こうやってね、あの無理やりお祝いのメッセージをいただいたりとか、そう、あの紹介してないんですけど、個人宛にいただいて、リタさんとか、あのナナリちゃんとかからもあのメッセージいただいてて、あ、でも個人宛にいただいてたんで、今日はちょっとねご紹介省きましたけど、いやー、本当にありがたいって思ってます。爆弾でしょ、私もね爆弾だと思った、これ見た時。なんで、まあ、本当にこういろんな機会をいただきまして、本当ありがたいなと思ってます。なんで、まあ異業種中人類もそうですし、あとなんだろう、まあマリカ大会もそうですし、まあ、いろんな
こと、まあ、この1年でね、あのチャンネル開設させていただいてから、まあ、ゲームだったりとか、まあ、あとね、あのこう雑談だったりとかもいろいろさせていただいて、本当に素敵なご縁をいただきました。ありがとう、ありがとう。私はシュッチさんもね、それこそ動画をまとめてくれなかったら、からまとめてくれなかったらありがとうっていう癖も知らなかった言うなあ、私言うわと思って、なんだろうこのなんかしゃくれて言うありがとう恥ずかしいんだなそう、でもなんかね、そういうのも知りました。あの動画でまとめていただいたりして知りました、はい、そんな癖あるんやな、ありがとう、ありがとう、はい。でまあ、本当にね、あのいろんな関係者さんからもスパチャいただいちゃって、ちょっと震えてるんですけど、それも何か、あ、まあ、私が活動を続けていく中で、あと、まあ、会社を続けていく中で、どっかで恩返しができるように長く、できたらなと思っておりますので、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。本当メッセージいただいた皆さん、本当にありがとうございます。ちょっとね、あの全員の名前を、改めてご紹介するのは割愛させていただきますが、割愛しちゃいけないとこなんですけど、あの時間がちょっと時間なので、まあ、概要欄に載っております。ぜひぜひよろしくお願いします。なんで、ね、これからも長く活動を続けていき、いろんな人にこうと遊べることが、まあ、リスナーさんにとってもまあ、お友達のみんなにとってもプラスになるようになるような人生を歩んでいきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうということでございまして、ちょっとね、次の歩み語りの流れがありますので、ちょっと早いのですが、この回は10分前のこちらで終わりたいと思います。じゃあ、あゆみは消えるよ、消えるね、消えるよ消えるよ、はい、ありがとう、ありがとう。なんか、あ、次のプログラム貼ってくれて、次は URL が変わりますので、次に移動してもらえたらいいかなと思います。じゃあ最後にイジェクテッドされて終わろうかなハイブリ押しました、ハイブリ発言します、誕生日で浮かれているあゆみさんが弁当から出てくるところを見ましたので、あゆみさんに投票したいと思います。あゆみさん、誕生日おめでとうございます。また遊んでください。バイバーイ、あゆみ、まずイジェクテッド。